はい、それではお時間になりました始めたいと思います、えー。皆様今日はお集めいただきましてありがとうございます。私ジャムステックのあの環境変動予測研究センターの川宮と申します、えー。ジャムステックの地球環境シリーズの講演会、気候変動の地球史、鳥の目で温暖化をト取り直すというタイトルで講演会を行いたいと思います。 あの本日の講演に関しましては、講演会に関しましては文部科学省からもご講演をいただいております。あのこの場を借りて、お礼を申し上げたいと思います。今日はですね、これから四時半、あのまあ今頃の季節ですと夕方に入ったぐらいかなというところでしょうか。あのそれまでの予定でえ講演会を行います。あのー。 講演者の皆さんも、えー、事前に準備、時間をかけて面白い話を用意してくださっておりますので、お付き合いいただければなというふうに思います。あの最初にあの私から、えー、今日の講演会の聞きどころとして、えー、イントロダクション、えー、のプレゼンテーションを行いたいと思います。 でえーまあ今日のイントロに20分ほど時間をいただいておりますちょっとイントロにしたら長いんですけれども、あの事前の打ち合わせですね、あのいろいろと,、えー、と日常生活でなじみのない専門用語もちょっと多く出てくることから、えー、最初にまとめてイントロダクションで紹介した方がいいんじゃないかということで、えー、少し長く時間をいただいております。で、えー 講演会の申し込み時にですねあの事前の質問も募ったところですね、あの鳥の目っていうのがよくわからないっていうあのご質問をい,いくつかいただきました。でえーまあ、あのちょっとわかりにくい例えだったかなとか反省しているところですけれども、われわれのつもりとしては、まあ、よくあの鳥の目というとその高いところとか遠いところとかから対象物を眺め直すことで、えー、もう全体の中の位置づけを把握できると。 <laughs> いうような意味合いで、えー、っとお、まあ、例えに使うことがあるかなと思います。で、まあ、あのこ,れこのおご質問の回答が、まあ、すなわち今日の出席説明にもなるかなというふうなに思って、えー、っとお、最初にこのお回答から、えー、話を始めてるんですけれども、あのまあ、今回、このお対象物。 長めなすべき対象物っていうのが、えーまあ、現在起こりつつある現在化しつつある気候変化であります。でそれがあの大変、えーっとまあ、自然災害ので結びつくのに何か対策をしなきゃということになっているんですけれども、えーまあ、こういうです、ね、気候変動が非常に長い地球の歴史の中で、えー、っと地球が体験してきた経験してきた気候変動。 それとも相対的な位置づけっていうのはどうなっているかということを眺め直してみることで一つ地球温暖化に対するイメージというのを持ってもらおうというのが今日の趣旨であります。 ま、よく正しく恐れるということがありますけれど、あの、まあ、そういう指針を,を、が出されることがありますけれども、え、まあ、そういう、うですね、えー、と態度に対す、を形成するための一助にしてもらえばいいなというふうに思っています。その、お。まあ、対象物として眺める、うまあ、地球温暖化、あ、なんですけれども。 その様子を端的に示したのがこのグラフかなと思います。1850年頃から、まあ、現在までの、えー、地球全体の気温変化の様子を示しています。えーえっと、今20世紀の半ば以降ですね、はあの特に顕著ですけれども、えーまあ、こういう細かいノイズはあるものの一貫して、えー、気温が上昇している様子がわかります。 でまあ、この気温上昇、一貫した気温上昇を受けてです、ね、えーっとまあ、さっきの IPCC 報告書というの、まあ非常に権威ある報告書でも、えー、人間活動が影響して地球全体が温まっていることに疑う余地はないというふうに結論づけています。でこの,あの気温上昇の原因になっているのがあ二酸化炭素の増加、まあ、それのさらに背景なのが人間活動による、まあ、化石燃料の、えー、消費などなど、 ですけれども、えーっとまあ、その影響がを端的に表しているのがまたこのグラフで、これは1958年から、えーまあ、現在までの、えー、大気中の二酸化炭素ですね、のグラフを表しています。あのまあ、細かい季節変動があって、えーっとまあ、そういうギザギザはありますけれども、えー、全般的には 320ppm。えーえー 100ppm が大体0.01%であります。320ppm から 400ppm を超えるまでに二酸化炭素濃度が上昇している様子がわかります。これがあの言ってみれば地球に対して毛布のように熱をこもらせる働きがあって地球が温暖化しているというわけです。で今までのところでは大体。 地球が大体1度ちょっとぐらい温まったというふうに言われてますけれども将来的にどうなるかという予測を行った結果を示したのがこの図でえまあこういった予測はあの気候モデルというシミュレーションモデルを使うんですけれどもまあこれについてはえと後との立部さんによる講演で詳しくお話があると思います。将将来来ののことでです将来人間活動がまあ <laughs> 激しく二酸化炭素を排出するケースと、まあ、そうではなくて、えー、規制をきちんと行ったケースとなどに分けて、えー、予測を行うと、まあ、最大で何も規制を行わないと2100年時点で、えー、地球全体の気温4度から5度上がるというふうに予測がされていますこの地球全体で4度から5度上がるって、えーまあ、一体どういう状態なんだっていうのをこうどうしう、まあ、私自身が えー、肌で知っているかというとそうでもないんですが、まあ一つあの参考になるのはあのこういう話じゃないかなと思います。氷、えー、期完璧サイクルです。氷 <laughs> 期というのはあのえっ、ー、と2万年ぐらい前に最え最,最も寒い時期を迎えたと言われてますけれども、あまあいわゆるこうマンモスとかがカ歩してた時代ですね。 その頃の気候がどうだったかというのもあの、これからお話しするようないろんな地質学データとか、まあ、シミュレーションモデルを用いながら、えー、推定することができてです、ね、それが大体、えー、現在より5、6、何度ぐらいかな、低かったというふうに言われています。まあ、これがあのシミュレーションの結果で、えーまあ、あの場所によっては10度以上低くなっているところもありますけれども、地球全体ではこれくらいかなと。 いうことで、まあ、今後予想される温暖化の度合いと、まあ、それほど違わないぐらいの差であると。まあ、言い換えると、あの、まあのまひょっとして何も規制がないと、今世紀末から見た今日の地球っていうのはもう表記に近いということになって、えーっとまあ、これはそうですね、あのこう地球史的な観点から見ても、一つの事件だろうというふうに言えるっていうのはあのお分かりいただけるかなと思います。でその 温度差もさることながら、えーと、特徴的なのはそのペースでありまして、これは、えー、と過去16万年にわたる、えーまあ、こちら二酸化炭素濃度の変化ですねで。こっちが気温の変化なんですけれども、それを表したものと、あの <laughs> さっき、えー、とギザギザしながら上昇していく二酸化炭素の、えーえー、<laughs> グラフですね。それをつなげ,てつなげたものがこれですで、えーとまあこの。この辺までが大体現在までですね。 でその後の予想値があのここから上に当たりますけれども、えーとま、この現在までの値だけ見ても、えー、と過去16万年、ま、この程度に変動あるもの緩やかに変動してきたものが、えー、急にキョンと跳ね上がっている様子がわかるかなと思います、えー、とま大変なペース、ま、これまで自然にはありなかったようなペースで二酸化炭素が増上昇しているということで、ま、これも一つの,あの事件かなっていう 印象をでまあこれちょっと話がそれるんですけども気候そのものの変化というよりはこう,いうこういうのをどうして調べるんだっていう話ですね、えー、16万年も昔の二酸化炭素濃度が大気の中でどうなっているかを調べるのには1、えー、つにはあの氷床コアというものを使いますこれはあの南極大陸であるとかあのグリーンランド であるとかそういうところの上にドシーンと大きなあの氷の塊が残っているあの大きなっても本当に厚さでいうと何千メートルっていう、えー、塊なんですけれどもそれの底の方がですねやっぱりあの <laughs> 昔に溜まったものなのでグリ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 ドリルで掘っていってあのそこからく <laughs> り抜いたものを解析するとですね、まあ、あのこれの中に泡が含まれているんですその泡はあの大気の昔の大気の様子を記録していると。 えいうことであの,この泡をあの解析することで、えー、昔の大気の様子がわかります。えー、じゃあその泡だけじゃなくてこの温度は泡の中に含まれているのかっていうとそういうわけではないので、えー、まあこの温度はどうやって調べるのかなっていうと、まあ、もう一つあの手がかりになるのがこちらちょっと難しいんですけども、えー、っと <laughs> いろんな元素の重、ね、い軽いという情報を使うっていう、えー、そういう手段があります。 まあ、<laughs> H2O っていうぐらいですけど、水の中に、えーっとまあ、酸素原子が含まれてるんですけれども、えー、その酸素原子の中に、あの実はあの軽い酸素原子と重い酸素原子っていうのがあの両方含まれています。重い酸素原子の方がちょっとすあのだいぶ量は少ないんですけど、でですね、あのそういうお両方含んだような水が海から蒸発しますね。 でえー、蒸発して、その後こう雪や雨になってこうっ、えー、っと水が落っこちていくんですけども、まあ、こんな単純な話でいいのかと思うぐらいなんですけど、あのやっぱり重い酸素って落っこちやすいんですよね。なので、えー、と海で蒸発して、そこからあと運ばれていく最初に、重い酸素だけどん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 落っこっちゃって、えーっと、さっき言った氷床に降り雪としてつ降り積もる頃になりますまあすっかり軽くなっている。 <laughs> いう,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 う、まあ、事実がありますなので、えーとまあ、地質学的な時代をずっと遡ってですねこういう、まあ、寒くて氷床が多い時にはあの軽い酸素原子が、えー、どんどんこっちの方に溜まっていって、えー、と残った海の方は重い酸素原子が多いという状態になりますで、まあ、さっきの氷床コアで、えー、とこの氷床の酸素の様子を調べたりとか海の中で でえー、と生き物が生息していて、まあ、それの堆積物を調べることで、えー、と当時の海の酸素は重かったのか軽かったのかということが分かります、まあ、そこから温度を推定することができるというわけですね、えー、とこういう話はあの後の,あの岡崎さんの、えー、と講演で詳しくお話がありますしまたこれあのお、えー、と元素の重い軽いっていうのは温度の情報だけではなくて えー、生,き物生き物があの活発に活動していったかどうか、あのそういうところまで、えー、と情報を得ることができます。この辺はあの吉川さんが後で、えー、講演の中で詳しく説明してくれると思います。で先ほどお 示したのは10過去16万年の気温や二酸化炭素の変動の様子だったんですけれども、えーまあ、どん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 氷床鉱和をです、ね、ぐりぐりくり抜いていくともっと昔まで分かって今は、まあ、あの80万年ぐらいまで分かっていたと思いますが <laughs>、えーまあ、ここで示したのは過去40万年ぐらいの気温の変化気温等の変化の様子ですあの、まあ、ご覧になって分かると、まあ、結構あの規則的にあの変化している様子が分かります これはですね、あの次のスライドでちょっと説明しますけれども、地球の降点の様子が少しずつ周期的に変わるということが分かっておりまして、そうするとあの太陽光の入り方が変わる、そうするとあの気候が変わって、二酸化炭素の循環の様子も変わってくるということで、二酸化炭素の変化も追随して起こるというような順番で、まあ、こういう強振動が起こることが分かっています。 まあこの辺のお話は、あのまあ、岡崎さんもすると思いますし、あとで、小畑さんもあのシミュレーションモデルの観点から、えー、とお話があるんじゃないかなというふうに思います。でその公転の様子なんですけれども、あのどう変わるかという話ですね。あのまあ、地球があの太陽の周り、公転軌道で回ってるんですけども、まあ、大体、大体まん丸まなんですけども、えー、っと,とはいえ、あの少し歪んでいて、あの楕円になっています。でそのの楕円の 平べったさですね。それがあの周期的に変わるということが分かってますし、あとはこの地軸の傾きですね。よくあの理科の教科書23.4度って出てますけども、それも実は時代によって変わる。あとは、えー、とその地軸の傾きがこう首振り運動にのようにああのゆっくりした周期を持って回るということもお分かっています。まあ、こうしたものの組み合わせですね。組み合わせで、えー、とあの規則的にあの太陽光の 地球に対する入社というのが変わることが分かっていまして、それが、えー、気候変動を引き起こしています。で、き、え、ょ、ーまあの,の講演会、つらなく大きなあのメッセージの一つかと思いますけれどもあの、太陽から地球がどのように熱を受け取って、どうやって放出するかで、えー、地球規模の気候というのが決まっています。これはあの、えー、現在の地球変あの <laughs> 規模の気候変化でも同じですね。あの 現在の地球温暖化はどちらかというと、のどのように放出するかって、そこが変わってくるんですけど、ねあの、ここの熱バランスで、えー、と地球全体の気候が変わるというのは、あの一つあの <laughs> 共通するところですので、まあ、こういうことがあるので、あの過去の気候変動からあの現在の気候変動についても学ぶところがあるということにもなってくるのかなというふうに思います。で先ほど、えー、述べたようなあの原子の思い軽いなどの情報を をあのプロキシーというんです、ねまあ、大容物っていう意味ですけれども、えーっとまあ、そういう情報はあの、まあ、16万年とか40万年とか言わずさらに昔まで遡ることができましてそうやって、えー、っと昔の気候を遡ったのがこの図です。でこの、まあ、横軸のスケールがです、ね、あの場所によって違ってあの現在に近いほど引き伸ばしてあるのでそこはご注意いただきたいんですけれども、まあ、この辺があの将来の気候で。えー <laughs> とあ 二酸化炭素を吐くのが多い少ないによってこうあ予測が変わってくると。で、ここ、この辺がさっき、えー、と述べた表記間ん表記サイクルですね。まあ、それより前、まあ、大体恐竜がいなくなってからしばらくぐらいのところからずっと気候変動の様子を表しています。で、見てみるとです、ね、まあ、あの <laughs>、えっと、まあ、こういう気候変動の幅ですね。 例えば氷気還暦サイクルと比べると同程度でこれはやっぱり地球史的にも一つの事件だろうというふうにも言えると思いますがもっともっと昔までたどってみるとこの程度にあったかい時代はあったのかなということになります。まああのこののこういった時代にどうしてこういう温暖な気候が維持されていったか。 でもっと昔になるとあの太陽の進化とかそこまで考えないといけないんですけれども、まあ、その太陽の変化とともに地球の変更、えー、がどう変動してきたかどう安定であったかっていうお話を尾崎さんに、えー、してもらうことになるのかなと思います。あとあのもう一つあの長い時間スケールでの気候変動を理解してもらう一つの鍵として海洋循環、えー、というのがあります。 あのまあ、これ、一番単純にです、ね、あの海洋を海の水がどう循環しているかというのを示した図なんですけれども、えーとまあ、一つの急所がです、ね、この北大西洋にあると言われています。まあ、ここが一つの急所になるということはあの覚えておいていただきたいんですけども、まあ、ここでえと水があ効率的に冷やされたり、あとはあの塩分の具合もありますね、あの塩分が濃いほどあの海の水って重くなるんですけども。 そして重くなった水がここで沈み込んであと深いところを2 0 0 0ル3 0 0 0ルあるいはもっと深いところを巡りながら、えー、こう地球全体を循環して、まあ、インド洋とか太平洋とかで湧き上がってくると、まあ、あのもちろんあの細かく見るとあの他にいろんなところで沈み込んだり湧き上がったりはしているわけなんですけども非常に大まかにはこういうふうに捉えられていて、まあ、これの変動が 熱の吸収であるとかあるいはあの二酸化炭素にあの、えー、海がどう吸収するかということに関わってきていろんな変動をもたらしています。でまあ、あの基礎知識としては以上のようなところなんですけども今日の各公園の位置づけがどのようになっているかっていうのを、えー、と先ほど示したこの図を示しながら、えー、と説明したいと思います。最初のの、えー、岡崎さんの、えー、講演は、ま 一方であの私が先ほどお話したあのプロキシについてです、ね、より詳しい説明があります。まあ、次に、えー、タテベスさんがあの将来の気候変動ですね、これをあのシミュレーションモデルでどう予測するか。次におばスさんが、まあ、もう一度戻る感じにな あのいろんな時代についてお話ししますけれども、あの主には表記間表記サイクルのところが多いかなと思います。あのこれは、えー、っと岡崎さんが、まあ、地質学的データ中心に話すの,ににと,、えー、のとは、ね、違って、シミュレーションモデルによる古気候の計算というのがあの主に紹介されます。 そして、えー、と吉川さんは、もうこれあのたまたまこの図の具合で丸がちっちゃくなってますけども、千年スケールの、えー、と変動、まあ、特に生物に注目していろんなことが分かるんだっていうお話、あのこれあの丸がたまたま図がこうなっちゃってるんで、あの丸がちっちゃいからスケールがちっちゃいとか、そういう意味じゃあります。あの面白い話をして,してもらえるんじゃないかなというふうに思ってます。で、えーとまあ、さらにです昔の方、昔の方はあのあの、まあ、こういう何,何億年スケールの えと気候変動というのも、まあさえー、っと <coughs> おプロキシの解析などから分かっているんですけれども、えーとまあ、そこについて尾、えー、崎さんからお話をいただきます。まああの他の惑星との気候の比較なんていうのもあって非常にいい興味深い話になるのかなと思います。またタイトルにありますように地球式から見た現代の気候変動とあ,ありますので、まあ、こうした気候変動を研究している立場からあの現在の気候がどう見えるかと。 いうことをおまあ、取りの目でお話しいただけるのではないかなというふうに思っています。はい、あの以上でイントロを終わります。どうもありがとうございました。九州大の岡崎です。では始めます。で、人間の寿命というのは長生きしても百年ほどで、普段の生活で、えー、それよりも長い時間のことを意識するということはほとんどないと思います。で、一方で地質学という学問は 何千年何万年場合によっては何億年という長い時間の地球の歴史を調べる研究する学問ですで本日ではえと人間の一生よりもはるかに長い時間の気候変動について一緒に見ていきたいと思いますで突然ですが最初にクイズです現在は氷河時代である丸か,か×かちょっと10秒ぐらい考えてみてください 正解は、えー、と現在は氷河時代ですで。地球温暖化と言われる時代に氷河時代と思いかもしれませんが、えー、氷河時代とは何かというと地球上に氷がある時代ですで。今は南極やグリーンランドに氷がありますので氷河時代ということになります。でこれを非常に長い時間 5億年間という地球の歴史の観点から、えー、氷河時代とは何かを見ていきたいと思います。この図は、えー、今月出版されたばかりの,あの最新の論文から持ってきた、えー、過去5億年間の地球の歴史をまとめたものです。で横,軸が横軸が時間軸で、えー、一番左のところが5億年前ですね。 で時間は左から右に向かって流れまして、一番右が現在となります。で縦軸は、えー、地球の表層の平均気温になっています。で、えーまあ、この黒い線が、あのーまあ、線,線というか、少し幅を持っているのは、不確かさがこれぐらいある,、ま、あるでしょうという、まあ、見積もりも含めてのものですけど、この線がありまして、現在は今、こちらになっているということです。 で上の方にある氷と書かれた3つのエリア、これが地球上に氷があったと考えられている時代です。で右上のこの数字は、どの井戸まで氷が広がっていたかということで、現在は地球史の眺めてみても、かなり氷が広がっている時代である。 そしてこの氷河時代は3000万年前ぐららいいから始ままったととうここになりますでこの今の氷河時代の前というのはもう3億年ぐらい前までいかないとありませんので、えー、こうしてみると私たち氷が地球上にあるのは当たり前と思っていますけど地球の非常に長い歴史でいうと氷がある時代というのは必ずしもそのああ当然であるというわけではないということがわかります。 ではこういう古い時代の気候変動をどうやって、えーまあ、復元していくかということについて、えー、順を追って説明していきたいと思います。で、えー、私たち今気象について、えー、データを取ろうとするとあの観測機器を使って観測を行います。 しかしこういう近代的な観測機器が使われるようになってまだ100年余りまあヨーロッパとかで150年ぐらいあるかなという程度です。であと他に人間が記録したものとしてはあの昔の人の日記ですとかそういうもので古文書があります。でこれもまあせいぜい1000年ぐらいまでしか遡ることができないということになります。 では、この地球の長い歴史について、えー、調べていこうと思うともうあの人間の記録に頼ることができませんので天然の資料からなんとか解読しようということになります。でこのように、えー、過去の気候変動を記録している材料のことを「古気候アーカイブ」というふうに我々は呼んでいます。どんなものがあるかと言いますと1年ごとの年輪があるような木材ですとか 先ほどあの川宮さんが紹介された極地にある氷これも1年ごとにしましまが残されますでこの他海の熱帯とかに行きますとサンゴですねサンゴもやはり1年ごとの島を作っていくようなものとかがありますでここからやるものであともう一つがあの古生ですとか海底にたまる、えー、堆積物ですで今回の私のお話ではあの 特にこの海底堆積物について、えー、フォーカスしてお話をしていきたいと思います。で、時間はだいたい1万年から10万年ぐらいの時間を対象にします。では、えっ、ー、と海底堆積物をあの海に行って取りに行くわけですけど、その時に使うあの装置がこの右の写真にあるようなピストンコアと呼ばれる、えー、装置です。 でこの人間との,あのスケール感を見ていただくと結構大掛かりだということがあるかると思います。こちらに大きな重りがあってこれがだいいいたキロかららトンぐらいありますそこに長さ1 0ルとか2 0ルの金属のパイプをつけて、まあ、これを海底に突き刺して泥を取ってくるというなかなか野蛮なやり方をして取ってくるんですがあの単純にただ突き刺すだけだとなかなかきれいに泥が取れないので。 なるべくきれいに泥を取れるように、えー、工夫がされていますそれをこの左側の図で、えー、ご説明したいと思いますこの重り2とパイプというところがあの,この中央のところに相当しますでこれただワイヤーで吊り下がってるだけじゃなくって天秤を介してもう1本小さい重りがくっついています重り1と書いてあります で、重り位置の方が先に海底に到達すると、ここの天秤が、あの、ところがガーッと動いて、ここで引っ掛けてあるトリガーが外れます。外れるので、この堆積物を取るためのコアラーといいますか、ピストンコアがあの海底に落っこちて突き刺さるということになります。で、この時にきれいに泥を取るために、 この先端ですね、パイプの先端にピストンというものがついていて、これがちょうど海底のところにちょうど常にあるような、刺さっていく間にずっと海底のところにあるように調整されています。そうすると、あの注射器で、えー、なんか水とかをビューっとあの吸うのと同じような感じで、泥がきれいに吸い込まれるというふうな工夫がされたものがピストンコアです。 でこれで実際にこれ日本海で取ってきた堆積物の例ですがこれがあの1本もともと18メートル分堆積物が連続して取れたものをだいたい1メートルごとに、えーまあ、切ってそれを横に並べたものです。でこれは後の研究で年代を調べるとだいたい50万年分あるということが分かりました。 ということは、大体、まあ、あの3メートルぐらい行くと1万年ぐらい、えーえー、ですかねあ。違いますね、えーっと。1メートルで3万年ぐらいですね。ということになります。ということはですね、数万年前という世界っていうのは、実は、高変動、古気候を研究しているものから言うと、はるかに遠い世界じゃなくって、実は海底下の数メートルとか。 そういうういいととととここころろににに手が届くところにあるということになりますでここの中から、えー、いろんなことを調べていくんですが海底堆積物っていうのは中に入っているものはどこでも同じものではありません。で、えー、海域によって結構バラエティーに富んだものが入っています。でこれはあの 北太平洋と北極海をつなぐベーリング海という海ですが、えー、ここで取った堆積物を、えー、からあの少し粗めの粒子を取り出して、えー、顕微鏡で見たものですで。これ縦にある白い線が1ミリメートルの線になりますで。このように白い円盤がたくさん入っていますが、これはケイソウというあの植物プランクトンが作ったガラス質の殻です。 でえー、ここ、ベーリング海は鮭とかですね、にかな産物でのこの豊かな生態系を支えているのが、このケイという植物プランクトンです。では、えーと、もっと南に行きまして、赤道太平洋で、ここ、特に西の方っていうのは、年間を通して水温、表層の水温が28度以上という、世界で最も暑い場所です。 で、そこの堆積物を取ってみると、今度は白いコロコロしたものがあります。これはですね、炭酸カルシウムの殻を持つ動物プランクトンの有効虫というものです。星の砂も有効虫の仲間になります。で、こういうものが入っているところ。で、えー、もっと南に行って、南極のすぐ近くに行きますと、ここにはですね、あんまりその、 この場所ではあの生き物の死骸というものはほとんど入っていなくてこういう砂粒がたくさん入っていました。でこの砂粒は、えー、氷が氷河が南極大陸を削った南極のかけらですねそれが氷山に乗って運ばれてここにばらまかれたものです。このようにに、えー、堆積物をは、えー、非常に まあ、たくさんバラエティーに飛んでいるということがお分かりいただけると思います。で、このような古気候アーカイブの中に入っているものを使って、で、過去の気候変動を復元するわけですけど、観測と違って、直接、えー、この過去の水温とか気温とか、例えば降水量といったようなものをあの測定することができません。で、その代わりに、 あの先ほどお見せしたような化石ですとか真ん中これかプランクトンの化石ですねでこちら真ん中花粉とかで鉱物粒子そういったもののまあ組成ですとかあとはサイズがどういうふうに変わるかとかですねで種類がどう変わるか。 でまたそいつらを構成するようなものの分子とか原子がどういうふうに変わっていくかというようなことから間接的に気候変動を復元します。もうあの気候をひひ記録していると思われるものはえり好みせず、まあ、何でも使っていくっていう使えるものは何でも使うって感じです。でもちろんこれは直接観測ではないのでいろいろと制約が多くて でこの条件だと、この例えば水温が復元できますよというようなものがあります。でどこでも万能で使えるというものはなかなかないわけですね。であと、やはりあの間接的なので不確かさが大きいという問題点もあります。でその中、プロキシーと呼んでいますが、この代用品プロキシーの中で最も重要なものを。 として有効中ののの酸素同位体比とといいいうものを挙げたいと思います先ほどの川宮さんの,あのご講演でもありましたけど、えー、これは非常に呼気候研究では使われています。でまず同位体の説明ですがこれは同じ原子でもあの質量が異なるものということになります。 で同じ原子ということは陽子の数が同じであると酸素だとここでは全て8ですただし中性子の数が8910と違ってるわけですねで学校では酸素の、えー、原子量って16と習いますがもちろんそうでもうほとんどがこの 16O なんですけどちょっとだけその変わり種として中性子の数が違うものが入っています これらすべて同じ酸素原子ですから、化学的には同じ化学反応をします。しかし質量がちょっとだけ違うので、物理的に異なる挙動をするので、それを測定することで、えー、まあ、あの、いろんな気候変動に関する過程でどう変わっていくかということを調べていくわけです。で、ここでは、あの、16号一番いっぱいある軽いものと、 この少しだけちょっとやや多めな18王という重い酸素の比を酸素同位体比というふうにします。で、これを記録しているのが先ほど出てきた有効虫の殻です。これは炭酸カルシウムの殻を作る動物プランクトンで、で、このように酸素が入っていますので、こいつから酸素同位体比を測定します。彼らは海水からこの酸素を取り込んで殻を作っているので、住んでいた当時の海の えー、酸素水の酸素同位体比を記録しているわけですねで、この有効中は海の表層で暮らすグループと海底で暮らすグループがありますで、これも先ほどの川宮さんにご紹介していただいたものの、えー、もう一回あの大事なところなので説明したいと思います 軽い16 o というのは、えーまあ、蒸発しやすいわけです。で一方で重い18 o というのは蒸発しにくいので海から海水が,水が蒸発して雲を作って雨を降らせながら内陸に行き最終的に氷床に雪が氷としてトラップされるという過程を考えます。 でまず蒸発する時には軽い16 o の方が蒸発しやすいので水蒸気と海の酸素同位体比を比べると水蒸気の方が軽くなります。で雨が降っていく過程でこの18王というものの方が優先して降水として落ちていくのでこの局地であの雪が降る頃には随分とこの中の水蒸気は16号に偏ります。でそれが氷に 残ると氷の中に軽い酸素を持つあ同位体軽い酸素を持つものが増えますので、海の方は相対的にこの氷がなかった時代と比べると、海の方は重いものが増えるということになります。これを使って、えー、もう非常にたくさんの研究が行われてきました。 でこちらの図は過去80万年間の有効中の酸素同位体比を、あのー、世界中の海底堆積物から集めてきてそれをまとめた図になります左側が80万年前で時間は左から右に向かって流れて一番右が現在ですで、えー、縦軸が酸素の同位体比で上に行くほど16がの割合が大きい軽くなる でえー、下に行くくくほど、まあ、大きななる重くなる重ということになりますこれは先ほど申し上げたとおり大陸の表彰量に連動しますので,で、えー、上に行くほど、えー、ここは表彰量が少ないで、えー、下に行くほど表彰量が多いということになります。現在はあのここにありますから過去80万年間の中では表彰量が小さい時代というふうになります。 でこうして見てみますと、周期的にこの酸素同位体比、すなわち大陸表彰量が増えたり減ったりしているということが分かります。これ、人間は特に何の活動もしてないんですが、自然の変動としてこういうことが起きている。で、ここの表彰が拡大した時代ですね、酸素同位体比が重い時代のことを表記。 で、表彰が少なくなった時代を勘表記と呼びます。現在は勘表記になります。で、ちょっと余談ですけど、専門家はこの氷河期という言葉はあまり使いません。就職氷河期という言葉で、まあ、私もそのど真ん中だったんですけど、えー、とこの就職氷河期なので、表記よりは氷河期という言葉の方があの有名というか、一般には使われることがありますが、 この気候変動を表す言葉としては、えー、表記、間表記という言葉を使います。ちょっと整理しますと、まず地球上に氷がある時代のことを氷河時代、そして過去80万年間の中で、えー、氷、大陸氷床が増えた時代が表記、で少なくなった時代が間表記ということになります。 でこのように周期的な気候変動がなぜ起こるか、表記と間表記をなぜ繰り返すのかということを研究して、そのカラクリを明らかにした人が、ここにあるミルティ・ミランコビッチというセルビアの気象学者です。こちらはセルビアのお金ですね、2番目の工学紙幣だそうです。あの気象学者がお札になっている国がセルビアということになります。 でこの人が一体何をしたかと言いますとあの地球の公転軌道と自転のあ仕方公転の仕方と自転の仕方が数万年の周期で変わることで地球に入ってくる日射量の分布が変わったとそれこそがこの表記・間表記サイクルを生み出したということを提唱した人です。 でもう少し詳しく説明しますと、えー、まずこちらがあの後天軌道っていうのはこの深縁ではなくて少し歪んでいるかどうかっていうのがありますでこれ歪みが大きくなる楕円の歪みが大きくなることで、えー、季節差が増えます自転軸も傾きがきつくなってくると、えー、こちらも季節差が大きくなるでこれ自転軸っていうのはあの 1>, 1年ぐらいの単位で見ると常に同じ方向、つまりまあ北極星の方向を向いているんですが、これが2万年の周期で首振りをしているということがあります。で、これがこの3つを組み合わせて、このどの緯度にど、どの季節に日射がどれだけ入ってくるかというのが変わるということですね。で、こちらは日射量の総量が変わらないということがポイントです。日射量が 全部が増えたんじゃなくて、地球の中での分け方が変わったということです。では2番目のクイズにいきたいと思います。北半球の夏の日射が弱いと何が起こるか、またちょっと10秒ぐらい考えてみましょう。はい、答えは、えー、この北米とか北ヨーロッパです、ね、に、えー、この氷床が成長するということです。 でこれ涼しい夏が重要なのは夏に氷床を溶け残るかどうかっていうことが氷床が大きくなるかどうかの鍵だからです。で、えー、ここからはこの最後の2万年前の一番最後に氷床が最も拡大した最終氷期最盛期というところを注目してみたいと思います。 でその地図を見ると、こちらになって、現在、グリーンランドにしかない北半球の表象が、北アメリカの北部とか北欧を広く覆っていることがわかります。厚さが2、3キロと想定されているので、ね、なかなか巨大ですね。 でえー、これ、どれぐらいの量かというと、現在が2000万立方キロメートル、一辺が1キロメートルのサイコロの氷を想像していただいて、地球上に全部で2000万個あるのが、この2万年前はなんとその2.5倍分の7200万立方キロメートルあったという、まあ、非常に大きな差があったわけです。 でこういう、まあ、2万年前の氷の話をされてもそれが一体私たちの何の関係があるんだと思いかもしれませんがで実は関係がありまして、えー、こちらはあのアメリカの中央部の乾燥域に穀倉地帯グレートプレーンズが広がっています。でここには氷が削って風が運んだあの肥沃な栄養たっぷりの土壌というものが溜まっていてしかも氷のあがが たたくさんあった時代にに地下に染みでここ Google Earth で見てあげるとこの地下水をバンバンここは汲み上げてこの農業をしてるんですね。でここで日本は大量の穀物大豆とか小麦とかを輸入してますしあとは牛肉もあここではたくさん畜産も盛んです。ですので私たちが食べている、まあ、パンとか豆腐とかですね あと牛肉っていうのはこの表記の遺産のおかげでこういうものになっているということがあります。では反対に夏の日射量が強い時に一体何が起こるかこれ最後のクイズになります。ままた10秒ぐらい考えてみましょう。 でここはですね、ちょっと局地的な話になりますけど、これ、サハラ砂漠に雨が降るということが一つ大きな特徴としてあります。夏が暑いのに、なんで砂漠に雨が降るのかと思いかもしれませんが、簡単に説明していきたいと思います。で、アフリカというのは、雨季と寒気がはっきりしたところで,で、これはですね、雨季が夏は日射量が強いときに、この前線帯が北上します。 で、反対に、えー、冬には前線帯が南下して、それに応じて、こういう植生が決まっているということになるわけです。で、この1万年から5000年前には、今、こう、カラカラに乾いたサハラ砂漠のところに、こう、動物の壁画がたくさん見つかってるんですね。で、これはどういうことかと言いますと、 この当時は先ほどのミランコビッチさんが示したような日射の変動を調べてあげると夏の日射量が強かった時期なんです1万年前から5000年前というのはですので夏にこの前線帯が今よりももっと北の方まで来てたくさん雨を降らせたので草原ができたということになりますこのようなことが古気候からわかるわけですね で最後にまとめますとなぜ過去の気候変動を研究するのかというと、まあ、研究者的にはです、ね、これ非常に壮大な謎解きでもう大変面白いものだからということがありますもうやってて面白い、まあ、私個人としてはそれでいいんですけど、まあ、社会的な意義が何があるかということで2つ挙げたいと思います1つは人間活動の影響がない気候変動を理解するためで自然変動と人間の変動 が影響を分離する必要があるか、それによって気候のことをもっと知りたい。で、三つ目はあの将来予測のための気候モデルの現現象ということで、こちらについては次の立部さん、小林さんからあの講演いただけると思います。では私の話は以上で終わります。ご清聴ありがとうございました。海洋研究開発機構の立部と申します。えっ、ー、と本日はよろしくお願いします。 えと私はあの計算機で再現する人種性、えー、とすなわちあの人類が地球の地質や、えー、と生態系に与えた影響から命名された時代区分、これにおけるあの気候変動についてお話しいたします。<laughs> えー、近年、海水温が異常に高い状態が続いており、今年もあも記録は更新中です。 えー、ここで示している図は2023年あの7月の海面水温の、まあ、平年値からの差でして、えー、と色があったたあの赤系の方ところほど、えー、と平年よりも、えー、と水温が高く、青系ほど水温が低いというふうな分布になっております。えー、とこれを見ますと、このように、えー、と一番左側にある太平洋、すみません、えー、とポイントを示すね、太平洋、えー、と熱帯太平洋、大、えー、西洋の北部。 など、さまざまな海域で、えー、異常にあの海面水温の高い状況が観測されておりあの、地球沸騰化の時代が到来したなどと、ちょっとすみません。はい であのこ今年昨年は、まあ、異常に、えー、と気温の高い状況ではあったんですけど、ここ数十年間の、えー、と気候の状態もあと、過去2000年間でも前例のない温暖気候に、あ高い前例なく、えー、と高い状況にあります。えー、とここで示している、えー、と図は、世界平均地表面気温の,あの19世紀後半を基準とした値でして、えー、と縦軸は、えー、と気温、と横軸が時代になっています。で黒い線ののところが現在あの産業革命 19世紀半ばの環境革命以降の気温の変化になっていまして特に、えー、と2020年付近を着目しますと、まあ、過去の2000年代よりもはるかに高い気温になっていることがわかります。でこの気温というものはやはりその気候記録気候アーカイブからの復元データに比べても非常に高い状況になっていることがわかります。 このようなあのここ数十年間の温暖化の原因について IPCC の評価報告書では、えー、と人間活動の影響であるということにも疑いの余地はないと,、えー、と結論づけています。 <coughs> ここで IPCC とはあの気候変動に関する政府カンパネルの略でしてあの国際連合環境、えー、計画と世界気象機関による共同設立,、えー、設立組織となっていますでこの組織というものは気候変動に関する科学的な知見をまとめた、えー、と評価報告書を、えー、と順定期的に発行しており、えー、特にあのそこに含まれるあの国内外の政府 決定につながる気候変動に関すする情報は、えー、と重要視されておりますで気候シミュレーションというものはこの IPCC の報告書において特に将来気候の予測情報の創出や、えーとまあ、地球温暖化このような原因で生じているんだというような科学的根拠というそのようなあの知見に対して科学的根拠を与えるという点において非常に大きな貢献をあの観測とともになしてきております。 本講演ではこの気候シミュレーションというものの実際の手順を踏まえた上で、えで、ー、産業革命から現在までの気候変動の再現やその要因の分析またあの今世紀末までの気候の将来予測のお話をし最後に、まあ、つ,ついごく最近の研究成果に基づいて報告されていますこの海洋循環及び気候の急激な変化の予兆についてのお話をします。 まずあの気候変動のお話をする上で大切な温暖化の原理について簡単に説明いたします。えー、と空気も水もない地球をここでは考えたいと思います。 えとそのような地球には、えー、と太陽放射、この図で示されているあのオレンジの線です、ね、を受けて次第に温まっていきます。ただしあのず、ずっと温まるわけではなくて、温まるにつれて、えー、と熱が、えー、と外へ放射されていきます。例えば、えーと、暖かいストーブの近くにいると我々は暖かく感じますが、これはストーブの温度に応じて、えー、とピンあの赤外放射と呼ばれる放射が我々の体に当たるからです。 でこの温まった物体というもの、ここでは地球ですけど、熱を宇宙で放射し、あの太陽放射で入ってきたものが <laughs>、ピンクの図で示されているあ、矢印で示されている赤外放射によって、まんべんなく放射されていきます、宇宙へ、えっと、逃げ出していきますで。そしてこの太陽放射による入射と赤外放射の射出の出入りのこの釣り合うところで地表面温度が決まりますが、あの空気も水もない状況では、これはたいマイナス19度と,、えー、っと見積もることができます。 でここにさらにその大気層この図であるところのあの水色の層を考慮してみますとあの地球からのあ地球に入ってくる、えー、とあのエネルギーとしてはまあ太陽放射しかないのはあの同一なのですけれどもこの 地球からの赤外放射地球が温まることによって生じる赤外放射によって、えー、と今度はここに存在している大気層が温まります。するとこの大気層が今度はその上下に、えー、と赤外放射を別途こう射出します。これによって太陽放射に加えて、えー、と地表面はその大気層からの下向きの赤外放射を受けることになり、えー、と表面温度が上がります。でこれが、えー、と温暖化の簡単な原理でして大体、えー、とこれによって地球の気温は 表面気温は15度と見積もることができますでこの単極めて単純な熱の出入りから見積もった地表面気温15度とあの世界で観測されている地表面気温の平均値の14.5度はとてもよく一致します。でしかしながらあのここで示されている観測データに基づきます地表面気温の長期変化値にありますように あのまあ、気温ここでは気温を示していますけれども、まあ、気温の、えー、と複雑な地理的分布やあの時間変化というものはあの今まで論じてきましたような簡単な計算で求めることはできません。実際その風や海流気温や水温などの地理的分布やその時間変化というものは 地球気候を構成する所要素えと、つまり、えー、と大気、陸域、海洋、あそ,うそしてこの最近だとも人間活動が極めて大切な要素になっていますけど、これらがあの相,相互に作用することで決まってきます。例えば、あの風によってこのようにこう海流が動きます。 でこの海流によって暖かい海水が、まあ、あるところに集められますと,、えー、と海から空への蒸発が増えます。でその場所では上昇気流が空の方で起きて結果的に雲ができて雨が降ります。でこの時際にまた風が吹くのでその風というものが海流よりまたもう一回駆動したりします。このようなこう延々と続くような相互作用過程を考慮することが必要です。 でこのような過程というものは実は <laughs> この地球気候システムを構成する小過程というものはあの物理法則に基づいて基本的な記述することができます。例えば海水に力を加えれば動くとかあの物体を温めると温度が上がるとか海水が温まると盛り上がるとか。 これらというものはそれぞれ運動方程式、熱力学の第一法則、質量保存の法則に対応します。また、さらにここであの地球シミュレーションの場合は、具体的には、あこ,ここであの <coughs> 地球機構は、えー、と具体的にはあの流体力学や熱力学によって記述されます。でさらに、えー、と生物やあの地球科学過程も考慮する場合もあります。<coughs> したがってあの気候研究というものは基本的にはあの物理法則に基づいてあの気候の成り立ちや変動を理解することにより、まあ、地球の将来を確からしく、えー、予測するというような役割を持っております。 で具体例としてここでは海流を、えー、と方程式で記述した例を挙げます。ある場所の海水の動き、まあ、加速ですけどというものは大気から受ける風の力、えー、と周囲との圧力差による力、えー、と摩擦あと地球の時点効果によって決まってきます。特にこの地球の時点効果というものが地球の気候を議論する上で重要でしてこれがあることによってあの単純な流体力学ではなくあの回転する球の上での流体力学 となりますこれはあの特にあの惑星流体力学などとかっこいい名前で呼ばれることもあります。実際、本当に一つとか二つの方程式によってあの、日本近海を流れるような、流れていますあの、黒や親潮といった強い流れというものを、えー、と理想的にはあの記述することが可能です。 次の一例としましてはあの、ある場所、この青で囲まれた点ですけど、の,あの海水温の変化をえっと説明しますと、この場所での海水温の時間変化というものは、あの海面からの加熱、これは日射や蒸発などを含みますけど、やあの周,囲の、まあ、周囲の海水がこう流れてくることによって、その場所がの温度、水温が変わるといった遺留効果や、周囲の海水と,えっと混,合あ混ざることによって温度が変わる、混合というような効果が。 で記述することができまして、この場合はあの流体力学と熱力学で海水の温度を説明したことにな記述することになります。であの海洋と相互する、えー、相互に作用するよう、あの大気や陸域でもあの連立方程式を構築し、まあもちろんその際あの大気と陸域も相互作用する相互に作用するよう方程式を構築します。そしてあの出てきた方程式の解があの気候の状態となるわけです。 えとただし、えーと気候のあまあ、地球上のさまざまな場所での、ね、気温分布なんかを、えー、と時間発展も含めて、えー、と得ようとするとあの、地球上のあらゆる場所で連立方程式を解く必要があります。これは当然あの紙と鉛筆で解くことは不可能になってきますので、あの大型の計算機が理解できるよう禁じされた方程式を、まあ、プログラムで記述し、あのそのプログラムをスーパーコンピューター 使って、えー、と解くということになりますでこの時の,あのこれ具体的にあのなんかプログラム書いてますけどあの海水の密度を、えー、と塩分と,、えー、と水温からまあ求めるだけの簡単なものですが、まあ、このようなあのコンピューター言語を、えー、とスーパーコンピュータに、えーに入力するわけです。でこの、えー、と計算機用のプログラムというものがあの気候モデルと,、えー、と呼ばれるものでありあのスーパーコンピューターを使って出てきた海 えー、解を得る方法をあの地球、えー、と気候シシミュレーションと呼びますただしあの気候シミュレーションを行う際には方程式を解くだけではなくてそこにあの、まあ、条件を加える必要があります例えば地球に入ってくる太陽放射が何もなければ地球はどうしようも動きようがありません基本的に。 こので地球の気候のえ状態を得るためにはあの気候モデルへ入力するデータつまりあの気候地球気候に働く力というものが必要になっていますこの入力データというものは、えー、大きく自然由来と人間活動由来の2つに分けることができまして自然由来のものは日射やえ火山噴火 人間活動由来のものは CO2 などの温室効果ガスや大気汚染物質あの代表的なものとして PM2.5 などがよく知られていますがそのようなものとなります。で、まあ、例えばその気候シミュレーションのモデルに対して G、えー、時刻と,と変わる力データとして1850年産業革命前の日射のみを与えるとどのようになるかを次に見てみます。 でこれがあのそのシミュレーションから得られた気候の状態でして、あの日射を与えているだけなのにもかかわらず、あの色で示されている海水温やあの白っぽい色で示されている雲などの分布が時々刻々と変化しているということがわかります。また、た比較的暖かい熱帯海洋上ではあの雲がよく立っていますし、あの先ほども説明したましたけれども、これ出ないな、すみません。 あのこのようにこう強い流れに伴って、低緯度の暖かい水がえと高緯度の方に運ばれていっていることが分かりますこ。こちらですけど、ちょうどこう黒潮がこう流れていて、海水が輸送されていることが分かります。でただし、現実には、まあ、ここはあの今お見せしたのは理想的なえと計算結果でしたけど、あの現実には日射や大気 CO2 濃度や大気汚染物質の排出量などはえと長期的に変化します。 例えばあのここに示されていますように大気の CO2 濃度は、えーまあ、1850年の、えー、と低レベル産業革命の値から、えー、と爆発的に、えー、とこう現在に向けて増加していることがわかりますし、まあ、大気物汚染物質の排出量などもあの産業化,に産業化工業化とと,ともに、まあ、増えたり減ったりしております。 ではあの、このようなさまざまな外力、ああと入力データの時間変化を観測に準拠した形で、えー、と気候モデルへ与えると、過去の気候変動を再現できるのでしょうかと、えーと。答えは、まあ、はい、できますです。 であのこの図は気候モデルで再現された地世,界地表地世界平均地表面気温の変化でして、えー、と19世紀後半を基準とした気温を縦軸横軸に成暦を書いています。で黒い線が観測値で、えー、と赤い線が気候モデルの実験となっていましてこの2つの線というものは細かい、あのーまあ、ノイズをの、えー、と除けば特に1970年代以降の消音とかもついて、まあ、非常によく一致していることがわかります。 まあ、このように気候モデルというものは観測と整合的な気候変化を再現することができるわけですけれども、えー、とこの際大切なのはモデルを使っているためあのいろんな仮想実験を実施することができるわけです特に重要なのはそのどの入力データが気温上昇に寄与しているのかというようなことになるかと思いますで、えー、と実際その人 CO2 排出のなしという仮想実験を行いましたところ、気温上昇は再現できないということが結果から得られています。でこの図はあの先ほどと同じえっ、ー、と気温変化の図なんですけれども、えっ、ー、と緑の線として人 CO2 排出なしの仮想気候モデル実結果を加えていまして、1970年以降になってもえっ、ー、と気温の上昇が見られないということがはっきりと見て取ることができます。 IPCC の評価報告書では、ここ数十年間の温暖化の原因が人間活動にあることに疑いの余地はないと,、えー、と述べられていますが、まあ、このように、ここで述べたような気候モデルの研究結果というものが、あの報告書の科学的根拠をなしております。気候モデルによる将来,将来気候予測も、まあ、ここまでに説明してきましたあの気候変動、気候モデルを用いた実験と、基本的には同じことをや,りますやって行います。 ただし入力データとしてはあの人類が選択し得る世界経済シナリオというものを、まあ、いつくつく使用意しその中で記述された大気の CO2 濃度などを与えることになります例えばこの図は、えー、と大気 CO2 濃度の将,、えー、と将来変化でして縦軸が濃度横軸が成暦になっています赤い線は、まあ、仮に人類が化石燃料依存の、えー、と社会を放棄できなかった場合の CO2 の濃度変化でして えと緑の線はまあ持続可能な、まあ、グリーンなこう時間あの社会経済を人類がえと選んだ場合の CO2 濃度の変化となっています。でこの図はその今の社会経済シナリオをもとに計算された気候モデルによる21世紀末までの世界平均地表面気温の変化を表していまして。 と赤い線が化石燃料依存、えー、と緑の線が持続可能な発展になっています。これを見ますと、あと産業革命前からの気温上昇というものは、化石燃料依存の場合は4.0度以上で、えーと、持続発展が可能な場合は2.0度以下に抑えることができまして、まあ、これはあのパリ協定の2度目標が達成された世界に相当します。で次は、この持続,発展あ持続可能な発展シナリオの下での気温変化をの地理的分布を見てみます。 えとこの図はの21世紀終盤の地表面気温でしてあの、まあ、ここ近年の平均値からの差を示しています。で赤い方ほど温暖化していて、えーと、青い方は寒冷化しています。えー、と地域的なコントラストはあれども、基本的に、えー、と全体的に地球というものは今世紀末に向けて温暖化するのですけれども、一部あの北大西洋の亜寒帯洋上では21世紀の間で寒冷化するという結果が得られています。 でここでその大西洋の太陽循環上によってちょっとこう振り返ってみますと、大西洋にはメキシコ湾流,流と呼ばれる電流が存在していまして、このメキシコ湾流というものは南の暖かい水を北へ運ぶことによって北米ユーラシアの気候をま温暖でま湿潤な状況に維持し、まあ、人間の住みやすい世界をえ実現してくれている,する役割を果たしています。であのここで将来寒冷 とということはあの、メキシコ湾流の弱化が徐々に起きているということを示していますが、一方、そのだからといって急激な、えー、と寒冷化に向かうわけではなく、まあ、人員 CO2 による温暖化があるので、まだその欧州や米国上というものは温暖状況を21世紀末も維持することができます。<laughs> まあ、しかしがながら最近の研究によりますとこのような状況というものをメキシコ湾流が弱まって、えー、と海水温がちょっとこう低下していくような状況というものはどうも遠い将来ではなく現在すでに、えー、と起きているのではないかということが議論され始めていますこの図はあの観測を取り入れた高分解能の再現データに基づく、えー、とこの1940年から2022年間の海面水温の変化傾向を示していまして、まあ、明確に、えー、とこのグリーンランドの南側ぐらいで えと水温が低下していっていることが分かりましての想定よりもずっと早くメキシコ湾流が実は弱まってきているのではないかと危惧されています、えー、でこの図はあの21世紀末の大西洋の、まあ、メキシコ湾流をはじめとする大西洋の海洋循環の強さを示してまして縦軸がその循環の強さ横軸が静的になっています。 であの19世紀の値を基準に示していまして、まあ、このあたりだと,、まあ、ちょっとゼロ付近にあるんですけれども、えー、と持続不可能な発展次第のもとにおいても、まあ、次第にこの大西洋の海洋循環というものは弱まっていくということがわかりますで、えー、IPCC の報告書ではこの大西洋の海洋循環というものは今世紀以前の停止というものは考えにくいというふうに報告されていましたが、まあ、ごく最近の研究によるとどうもこの今世紀半ばに 停止する可能性もあるとそしてそれが、えー、と急激な気候変動の引きがきになるのではないかということが指摘されていますでこのような海洋循環のあで各種メディアでも報道されていますのでエイモ崩壊で検索するといろいろ記事が出てきますで海洋このような海洋循環の停止に伴う急激な気候変動というものは実は 1, 年万,1万年以上前にも起きていましたと でこの図はあの最終表記最盛期にでの,あの地,表地上におけるあの表彰の分布を示していまして約2万年前にはえっと大陸上にこの白い線で表されているような表彰が分布していたということがまあ知られています。 でこの最終表記再生地からあの温暖期に向かう途中で大陸氷床が融解しそれによって淡水が海に注ぎ海洋循環が急激に弱まったと知られ,知られています。これによりあの右側に示されている、まあ、グリーンランドの気温で復元データにありますけれども、えっと、約1万2千年前ぐらいには急激な気温低下が生じています。 この時その欧州ではわずか数十年間で最大10度程度の気温低下が生じそれは1200年ほど継続したということが知られておりこの時期をヤンガードリアスキと呼ばれています。で大国に関する実験知見というのはあの見てきたかのように言っていますけど実はその気候シミュレーション研究で獲得されています。 え気候シミュレーションではあのここまで触れてきた人生性のシミュレーション同様に入力データををを与えることによって数万年規模のの気候変動を再現ししその仕組みを解明しますで実際あの岡崎さんや川宮さんの発表ではありますけれども地球の光転軌道や自転軌軸の傾きなどによって日射というものがある場所ではこう大きく変化していきますし、まあ、大気中の CO2 濃度というものも排出されていきますのでそれに伴って大きくこう変化することがかかります。 このようなデータを入力データとして与えて、機構モデルを動かすことによって機構シミュレーションを実施します。そして、あの現在および将来機構、どこ機構の大きな相違点というのは、もうやはりこう、人間活動の有無ということに尽きます。 こう気候シミュレーション研究というものはあの自然な気候変動のパターンや要因を解明し、まあ、それだけじゃなくて、まあ、どのような条件下で気候は急激な変動を起こすのかというような条件とメカニズムを解明しますそれによって現在の人為的な気候変動と自然変動を切り分け予測を確からしくする役割を果たしていますすなわちあの地球本来の気候変動を理解することによりあの現在よび将来の気候変動を予測するための するための知見を気候研究あご気候研究というのは提供してくれますあの本講演ではあの海洋循環急激に弱まるかどうという話をいたしましたけれどもこれはもう最新の研究成果を述べただけであってそれが自身がこう正しいかどうかという保証というものはまだありません。 であの人一期限の温暖化によって海洋循環が急激に弱まった場合あの海洋気候全体をどう振る舞うのかとかそもそも本当に急激に弱まるのか、まあ、そうだとしてそれはいつなのかとこのような情報を正しく、まあ、正しくはまあ難しいんですけど、まあ、確からしく、えー、と出すためには古気候研究というものが極めて重要な役割を果たしますしあの過去を知ることは地球史における人新性の将来を見通す鍵となります。 でこの小気候研究、特にシミュレーションに基づく小気候研究については、あの次の小馬瀬の講演にて、えっと詳しく触れます。えっ、ー、と以上ご静聴ありがとうございました。海洋研究開発機構環境変動予測研究センターの小馬瀬です。本日は気候モデルを用いた過去の気候変動研究について、現在より寒冷な気候、温暖な気候の両方の研究をご紹介いたします。 過去の気候変動が分かる地質記録には様々なものがありますが、その一つが南極からされた、採取されたアイスコアです。日本の南極観測隊では現在からおよそ20年前に、掘削だけでも3年間かけて南極からアイスコアを採取しています。アイスコアには昔の時代の大気の情報が残されているので、昔の気候を復元することができます。右のグラフは南極のアイスコアから求められた 気温と大気中 CO2 の過去20万年間の変化を示しています。グラフの一番左が今から20万年前で、現在までの過去の気候状態の変化,変化が連続的に再現されています。現在は比較的温暖な環境ですが、気温と大気中 CO2 がおおむね同期して変動してきたことが分かります。このように 自然の要因でも気候が変動してきたことをデータは示している。自然要因で気候が変化する要因にも、現在の温暖化と共通する点があります。立部先生の温暖化の再現でも出てきた地球の熱の出入りが関係しています。図は太陽と地球の熱の出入りの模式図ですが、人間活動の温暖化以前は太陽から受け取る熱と、 地球から出ていく熱がおおむねつり合っていたため、安定な気候状態だったといえます。ところが現在は大気中 CO2 が人間活動によって増えた結果、大気から地球に戻される熱が増えることになり、地球の熱の出入りのバランスが崩れて、地球の温度が上がるようになったというのが現在の温暖化の原理になっています。過去の自然要因の変動でも、 この地球の熱の出入りがさまざまな要因によって変化することで、気候が変化しています。2021年に真鍋淑郎博士がノーベル物理学賞を受賞されたことは、記録に新しいところだと思います。ほぼな受賞理由の大気海洋結合モデルの開発は、この地球の熱の出入りを地球の大気海洋結合モデルで表現したことにあります。 この図は大気海洋結合モデルで計算されている要素を絵にしたもので、同様に太陽から入っていく熱と地球から出ていく熱がありますが、その中で、ここや放水と大気放射過程と大気海洋の大循環が表現されています。右のグラフはこの大気海洋結合モデルで大気中の CO2 濃度を変えたときに得られる大気の温度を示しています。 横軸は大気の温度、縦軸が地表から上空までの高さとなっていますが、黒線で示した現在の状態に対して、大気中 CO2 の濃度が現在の2倍になると、赤の線のように地表付近の温度が3度程度上げることがモデルから計算されています。このモデルが初めにできたのは1960年代といえますが、真鍋博士の著書によると、1970年代初頭に、 地域学的過去の気候への応用は、気候モデル研究にとって極めて有望な研究の方向の一つに違いないと確信したとあります。実際に過去の気候への応用は、真鍋博士の主要研究となっています。およそ2万年前である表記の気候の研究は、真鍋博士も繰り返し行われています。ここでは表記の状態を詳しく見ていきましょう。 およそ2万年前の最終表記、極大期の地球において、この上なく壮大な特徴といえば、北半球の大陸の大部分を覆う大氷床だとあります。左の図は鳥の目ということで、現在の地球を上空から俯瞰した図になっています。ただし、高さ方向は相当に強調している図になっています。日本を中央において、ユーラシア大陸、アメリカ大陸がありますが、 北極点のの反対側に見えるこの白いのはグリーンランドです。グリーンランラドは高さ3キロの山があるといえますが、これは氷床と呼ばれるもので、グリーンランドの地表の多くが平地になっていて、陸地に降った雪が長い時間をかけて氷になったものがグリーンランドの氷床で高さ3キロに達しています。これが現在の状態ですが、右の図は氷河地形などから復元された2万年前の氷期の地形を示したものです。 グリーン現在、グリーンランドにあるような高さ3キロの表彰が、北アメリカ大陸とユーラシア大陸の小さくない部分を覆っています。現在は温暖な環境地のため、このような表彰が存在していませんが、このような表彰が広い範囲に存在できるほど、表記は寒冷な記号でした。また、1970年代というのは、海底の堆積物から最終表記の 海水温の地球上のマップが書かれるようになった時代に相当しています。左の図はより新しい見積もりによる推定値なんですが、地球上の多くの海域で表記は海,海面の水温が現在から2度から6度程度低かったことが分かっています。さて、えー、なぜ最終表記はこのような寒冷な気候だったのでしょうか。真鍋先生の着想は、より それを調べるより直接的な方法は、氷行と環氷期の海面水温の差をモデルでシミュレートして、復元データから判断できる差と比べることだろうとあります。これはすなわち、先ほどの地球の熱の出入りの仕組みのことです。氷行は白くて、太陽からの、えー、放射を反射するために、地球を温める力が弱くなってしまいます。さらに、氷行の間は大気中 CO2 の 濃度は少なくて、現在のおよそ半分だったことも地球の熱の出入りに影響しています。表彰と CO2 の効果を考慮して、モデルで計算された海面水温を復元データと比較した図になります。上が復元データで、下が大気海洋結合モデルで検査された海面水温の現在との違いになっています。 地球全体で平均した海面水温の低下量は2度程度になっていて、復元データと近い値を示しますしまた、えー、高い量ほど温度の低下量が大きいという特徴は復元データに、えー、見られるものになっています。この実験の結果はモデルの中で表現されている地球の気候変化の仕組みが 現実の地球で起きている熱の出入りを一定程度表現することができていると考えることができますところで氷期に氷床が存在したこと自体も自然の気候変動と言えます氷期と寒氷期は現在およそ10万年周期で交代していて現在は大陸の氷床が小さい寒氷期に当た,る当たります この表彰の変動も地球の熱の出入りと深く関係しています。先ほどは表彰がまずそこに存在するものとしてスタートしていましたが、次はなぜ表彰が変動するのかを見ていきましょう。ここでも太陽と地球の図から始まります。ところがこれまでの星図とは一つ違いがありまして、これまでは矢印1本だけで太陽からの放射を表現していましたが、実際は太陽放射の強さは 色と季節で異なっています赤道液は太陽高度が高いため、高緯度に比べてより多くの熱を受け取ることができますので、これが1年間を平均したときに、赤道付近は気温が高く、高緯度は気温が低い理由になっています。実際には地球は地軸をおよそ23度傾けたまま、太陽の周りを公転していますので、夏と冬の季節変化があります。 右のグラフは北海道の辺りの緯度に向ける1年間の太陽放射の変動をグラフに示したものです。冬の太陽高度は低く、夏の太陽高度は高いために、夏の1日あたりの日射量は冬の5倍程度になっています。このような日射の季節変化があるために、季節で平均した気温が夏と冬では20度違うように、気温にも季節制が出てきます。 そして、この季節性が長い時間をかけてゆっくりと変化していくことが、氷記・乾表記サイクルができる原因になっています。これが氷記・乾表記サイクルのミランコビッチ理論と呼ばれるものです。岡崎先生の講演でも出てきました、セルビアの紙幣、肖像になっている気象学者がミランコビッチです。これは地球は太陽の周りを、地軸をおよそ23度傾けたまま、楕円軌道で公転しているんですが、 太陽と地球が大円規模で最も近くなるきに、北極がどちらを向いているかが数万年かけて変化しています。また地球の傾き、地軸の傾きも長い時間をかけてゆっくりと変化をしています。例えば現在は近日点が1月3日にありますが、これは北半球にとっては当時の時期にかなり近くなっているために、現在は比較的夏が涼しい時代と言えます。実際に1万年前の 北海道における日射量のグラフを作ってみますと1万年前の北海道の日射量は現在に比べて夏の日射量が大きいということがわかります太陽にとっては地球の見え方が変わるだけなので地球全体でも太陽放射が変化することはありませんがグラフで見るとこれだけしかないような季節変化が表彰にとってはとても重要になっています 大陸移動説で有名なウェゲナーの大陸の海洋の起源、日本に気候と氷床の関係の話が出てきます。ここでは、内陸の氷ができるため、最も重要な条件は、夏の低い気温であるとあります。この写真は、富山県立山アルペンルートの4月の写真で、日本付近でも高い山では、冬には10メートルを超えるような雪が積もります。 グリーンランドの表彰も北半球の表彰ももともとはこのような陸地に降った雪が、えー、氷になったものです。しかし現在の富山県の館山程度では夏が十分暑いために夏になればこの雪はすべて溶けてしまって年を越すような氷まで成長することはありません。このように表彰ができるためには夏が暑くなくて冬に降った雪が夏に溶け残ることが必要になっています。 このような冬の降雪と夏の誘拐を考慮して、過去12万年間の地球上の氷床変動をモデルで計算した結果を見せします。この図では、左側にアメリカ大陸、右側にユーラシア大陸があります。アニメーションの最初の時刻は、現在のような氷床、えー、がグリーンランド付近にしか存在しない環境期の状態から始まります。 右の温度計は北半球の大井戸駅の夏の気温を示しています。これからアニメーションが始まっていきます。で、日射の変化によって、えー、夏の気温が低い状態になると、北アメリカやユーラシアの大井戸駅から白い氷床が発生するようになります。これは冬に降った雪が夏に溶け残るからです。そして、氷床がある程度広がりを持っていくと、重力の力を受けて、 氷が水飴のように変形して変形していきます。そうすると流れによって南の方にもゆっくりと拡大することができるようになります。最も拡大する時期にはニューヨーク付近の糸まで氷床が発達します。そして夏が暑い時代に入りますと、夏の気温が高くて夏に氷が融解するようになってしまうために急速に氷床が北方、北の方に交代する様子が。 モデルで計算されています続いて表彰が存在することによってもたらされる少し短めの気候変動の現象を見ていきましょう表記と寒表記の繰り返しはおよそ数万年程度の長さを持つ現象ですが表記には急激な気候変動が繰り返し生じたことが分かっています このグラフはグリーンランドのアイス川から求められた気温の変化を示しています。グラフの一番左が今から12万年前で、現在までの過去の気候状態の変化が連続的に復元されています。このガタガタしているところは全て実際に起きた気候変化と対応しています。この温度変化を気温に換算すると、グリーンランドで地方の気温が 1>, 1年間を通した平均気温が数十年で10度変わるようなとても大きな変化に相当しますこのような変化が同期の間に繰り返し20回以上生じたことが分かっていますこのような急激な気候変化は現在の寒氷期現在の期のおよそ1万年間には見られないような現象になっていますこの急激な気候変化は 海洋熱縁循環の変動によるものと考えられています海洋熱縁循環はベルトコンベイヤーのようにおよそ数千年かけて地球を一周するような海洋深層循環のことを指しています熱縁循環は地球の高位度と量半球を結ぶ全球を回っている循環のために一度熱縁循環が変わると地球上の広い範囲で気温に影響してしまいます 右の図は気候モデルで計算された海洋熱塩循環の変動による気温の変化を示しています。上側の図は熱塩循環が強化する場合、下側の図が熱塩循環が弱化する場合の気温変化を示しています。熱塩循環は北大西洋で積み込んでいるために、北大西洋やそこから近いグリーンランドでは大きな気温変化が起きていて、1年間で平均した気温で、 10度に達するような変化が起きますまた気温の変化は北半球の広い範囲で起きていることがわかります実際に日本近海の海底堆積物や日本の湖の堆積物からもこの熱縁循環の強化と若干対応するような気候変動が検出されていますところでなぜ表記になぜ海洋深層循環が繰り返し変動したのでしょうか これは現在、活発に研究が進んでいる研究課題になっていますが、その理由の有力な考え方は、広域は大陸に氷床が存在したことです。氷床は一時的に解けると、海に水が流れ込み、表面に塩分を含まない軽い水がのるようになるので、熱塩循環の沈み込みを弱める働きがあります。すそうすると浸循環が弱くなります。 また、氷床は高さ3キロに達するために、現在のチベット高原が日本上空の偏西風に影響するのと同じ理屈で、北大西洋の大気循環が南に曲げられる効果が起きます。そうすると、風が海洋循環を引っ張る力が変わるので、熱炎循環を強める働きが生きます。これらが有力な考え方になっていて、現在、活発に研究が進められています。 さて、ここまでは表記のような寒冷な時代を見てきましたが、次は温暖な時代を見ていきます。このグラフは過去8億年間の気候変化を氷河時代に着目してまとめた図になります。青色で示しているのは地球上に氷床があった氷河時代です。現在は南極のグリーンランドに氷床があるために、えーえーえー、氷河時代と言われていて、およそ3000万年前から始まっています。 それ以前は地球上に表床がないほど、温暖な無氷河時代が続いていました。ここではその一つとして、恐竜が広く生息していたような白亜紀の気候モデル研究を紹介していきます。白亜紀の地球の一つの特徴は、大陸配置が現在と異なっていることです。左は白亜紀後期の大陸配置の復元図の一つですが、 これは夏の気温と氷床のところで名前を出てきたウェゲナーの大陸移動説を現象をするもので、およそ1億年前の白亜紀は、2億年前の超大陸の時代から現在に至るまでのおおむね中間的な時代だからです。およそ7000万年前の大陸配置を見てみますと、インドがまだ南半球にあって、ユーラシア大陸にぶつかっておらず、ヒマラヤ山脈が形成される前の時代です。 また大西洋が現在と狭くなっているなど大きな違いがあります。で白亜紀は表床がないほど温暖だったこと以外にも、現在は湿潤な気候である東南アジアが比較的乾燥した気候だったことなど、現在とは違いが2つ見られています。右はこの白亜紀の気候モデルの研究で、東南アジアの乾燥域に着目した実験になります。もっと気候モデルで、 白亜紀の大陸配置と高い CO2 濃度を入れて計算した実験,実験で得られる結果の降水パターンを右の図で示しています。青が湿潤域で、茶色が乾燥域に対応しています。モデルを使って何通りかの実験をした結果、東南アジアの乾燥気候は、大、え、気、ー、中の CO2 濃度が高いことと白亜紀の大陸配置の両方があって、 初めてて生じることが示されていますいわば現在の大陸配置では東南アジアは乾燥域にはなりにくいということを意味しています。これは現在はインドがユーラシア大陸にぶつかってチベット高原が形成されていることが東南アジアの現在の水準気候に小さくない影響を与えるということを示しています。 数千万年超えるような昔の時代の気候を作ることに大きな役割を果たしていると言えますまとめとして過去の気候と現在将来の気候変化を俯瞰したいと思います左のグラフは西暦1850年から現在までの地球で平均した気温と大気中 CO2 濃度の観測値を示し示しています この150年間で地球の平均気温が1、えー、度上がって、えー、大気中 CO2 濃度が 400ppm を達した現在ですが、えー、ここで再び真鍋先生に登場していただきます。真鍋先生の長期のシミュレーションから、熱帯域の海面水温の予言結果は CO2 倍増に対する全球的な気候感度である酸度と大まかに整合するとまとめられています。 ここで気候感度という考え方が出てくるんですが、これはかなり平たく説明すれば、大気中 CO2 濃度がおよそ 570ppm で安定した場合に起きる気温上昇量の上限のようなものになっています。表記は大気中 CO2 濃度が現在の半分程度で,ですから、大気中 CO2 濃度の影響を受けやすい熱帯域の海面水温は、大気中 CO2 の変換に対する 現実の気温応答を知るる手がかりとなっているわけです実際には海が温まるのに時間かかるために、気温は遅れて上がる傾向にはあるんですけども、これはもし大気中 CO2 が5 7 0 p m で安定するようなシナリオがあれば、そこで起きる地球の気温の上昇度はおおむね3度で安定するということを言って意味しています。 地球平均気温が上がることは、それだけでも大きな問題ですが、付随して起きる変化も見逃せない問題になっています。アメリカ大陸、ユーラシア大陸の表記の表彰は現在ありませんが、現在でも残っているグリーンランドの表彰と、地球の反対側にある南極表象は、現在の温暖化によって縮小し続けていることが分かっています。 氷床が縮小した分、海水位が上がることになりますので、世界中の沿岸地帯の環境に大きな影響を与えてしまいます。また、氷期に頻発した海洋熱塩循環の気温変化は、えー、グリーンランドの気温が10年で10度上がるような、とても大きな変化ですから、から温暖化の進行によって、このような、えー、急速な気候変化があるとすれば、これも世界中の環境に大きな影響を与えてしまいます。 過去と現在の気候変動では違いも大きいものです。現在の大陸配置が異なる時代を見てきましたし、150年間でこれだけ 100ppm を超えるような大気中 CO2 の上昇は過去の比較対象が容易に見つからないぐらい急速なものです。過去の気候変動現象には今回ご紹介した以外にも、異なる時代ごと、異なる地域ごとに面白いピックが多数あります。 過去の気候変動がどのようなメカニズムで起きたのかを一つずつ明らかにしていくことが、気候モデル研究の面白さなのですが、そこで得られた地球の気候の仕組みの理解は、現在の温暖化という過去にないような出来事に対する地球の将来の理論を作ることにつながっていると考えています。始めさせていただきます。えー、っと気候変動の歴史を知すべとして、 えっと海洋生態系と同位体プロキシのお話をさせていただきます。ジャムステック生物地球科学センターの吉川です。よろしくお願いします。えっ、ー、と私からは、えっ、ー、と生物の話をしたいと思います。えっ、ー、と皆様は、えっ、ー、と植物が二酸化炭素をすることはご存知だと思うんですけれども。えっ、ー、と植物は光合成を行って。 二酸化学式で書くと,、えー、とこのようになるんですけれども二酸化炭素と水がありここに光が当たると有機物と水と酸素ができます。えー、と植物は二酸化炭素の吸収源になっています。 えとこの二酸化炭素 CO2 というのは温室効果ガスであることも皆様ご存知だと思うんですけれども、えー、とこれは地球上の二酸化炭素の吸収と排出を絵にしたものです二酸化炭素は人間活動で排出されますが生物の光合成で吸収されて有機物の分解で排出されます 陸だと,木,が、えー、と二酸木とか草が二酸化炭素を有機物にして枯れて土になってその後微生物に分解されてまた CO2 になっていきます。そして海だと植物プランクトンが二酸化炭素を有機物にして死んで微生物に分解されてまた CO2 に戻ります。このように炭素という元素は CO2 だったり 有機物だったり、姿を変えながらぐるぐると循環しています。これを炭素循環と呼んでいます。そして、植物が二酸化炭素を吸収するプロセスを。一次生産と呼んでいます。陸上の場合だと木がえっと co。2を吸収するのを一次生産と呼んでいて。 海だと植物クランプトンが CO2 を吸収するのを一次生産と呼んでいますここで気に留めていただきたいことは気温や CO2 濃度が変化すると生物による CO2 吸収量も変わるということです私たちはこのような気候変動に対する生物の応答を調べていますこの応答を調べるために 人間活動ののの影響の少ないい過去の一次生産量を調べています本講演ではまず初めに過去の海の一次生産量を知るすべとして生物のプロキシを紹介した後に海の一次生産量と窒素循環の関係を解説して次に 窒素循環のプロキシである窒素同位体比を紹介した後実際に海底堆積物の窒素同位体比から過去の一次生産量を復元した研究例を紹介して最後に同位体プロキシ研究から地球温暖化研究へどのようにつなげたいと考えているのかをお話ししたいと思いますでは早速一つ目の過去の海の一次生産量を知るすべとして 一次生産のプロ棋士のお話をさせていただきます。過去の植物プランクトンの状態っていうのはタイムマシンでもない限り直接観測することはできないので私たちはプロ棋士を使います。先ほどの岡崎さん先ほどの講演では岡崎さんから表彰のプロ棋士のお話がありましたが私からは えと植物プランクトンつまり一次生産者のプロキシのお話をします。過去の一次生産量を復元するプロキシはこのようにここに挙げただけでもたくさんあります。例えば堆積物中の有機炭素量からは表層で生物が作った有機物の量を復元することができます。また堆積物中の炭酸カルシウムの量からは 塩石草という植物プランクトンの殻に含まれている,いるので、これらの量を知ることができます。さらに、堆積物中の計算塩オパールの量を調べることで、この計算塩はこの植物プランクトンの係争にたくさん含まれているので、これらが過去にどれだけいたかという量が分かることができます。そしてこういった えとこういったプロキシの情報というのは、えー、と溶けたり、えーと、有機酸素だと分解したり、炭酸カルシウムをパールだと溶けたりして、変質してしまうので、えーと、通常はこれらの複数のプロキシを組み合わせて過去の一次生産量を復元します。そして、今日ご紹介するプロキシというのは、同位体です。 測定するのが少し大変なんですけど、変質しにくいので、お気候学の分野でとても人気のあるプロキシーになっています。私たちが復元したいと思っているのは、過去の海の一次生産量なんですけど、それをコントロールする海の窒素循環との関連を次にご説明したいと思います。 海で植物プランクトンが光合成を行い、二酸化炭素から有機物を生産することを一次生産と呼んでいます。そして、この一次生産によって生産された有機物が深海へ運ばれていくことを生物ポンプと呼んでいます。海に溶けた二酸化炭素は植物プランクトンによる光合成でこのように利用され、その後他の生物に食べられたり、 そのた食べた生物の糞になったりもしくはそれ自身が死んだりして深海へ運ばれていきますそして表層では一次生産されて二酸化炭素濃度が低くなった分だけ大気から二酸化炭素が吸収されますこの一次生産量を知ることが海の二酸化炭素吸収量を知る上で非常に重要です 次に一次センサーの分布を決める主因について考えたいと思います。こちらは海の植物プランクトンの分布の全球分布です。そしてこちらが硝酸塩濃度の分布です。色が紫色だと濃度が低い状態で赤色になると濃度が高い状態です。そして白色が陸地です。 両方とも、えー、と北海道沖とかを見てもらうと高濃度になっていることが分かると思います。また、えーと、南太陽、南極の周りとかも高くなっていることが分かると思います。このように高緯度の海域とか赤道の、あとここですね、赤道の海域とかは高い濃度になる傾向があります。一方、亜熱帯の海域、例えば沖縄とかハワイとかそういったところでは 植物プランクトンの方も硝酸塩の方も紫に色になっていることが分かると思います。紫色というのは低濃度だということです。海で植物プランクトンは光合成に必要な二酸化炭素とか光とか水とかじゃなくて硝酸塩濃度と似たような分布を示します。つまり海では硝酸塩が一次生産の 分布を決める主因なんですそこで硝酸塩とは何なんだという質問になると思うんですけども硝酸塩というのは植物プランクトンの成長に欠かせない窒素の栄養素で、えー、と陸だと肥料のようなものです。これは初めにお見せした光合成の式になっています。二酸化炭素とと水から有機物と 水と酸素ができますこの式の中に窒素つまり N が生まれていないことが分かると思います。ですが生物の体というのはタンパク質でできています。これはタンパク質を構成するアミノ酸を書いたものです。えー、っと水素が水色で炭素が緑色。 そして酸素が赤色になっています。ですが、これ以外にも濃い青色の丸がたくさんあるのが見てわかると思います。これが窒素です。海,は海ではこの窒素が枯渇しやすいので、一次生産量を決める主因になっています。海の窒素循環を絵に描くと、このような感じになっています。 これが植物プランクトンです。植物プランクトンが光合成を行うと CO2 と栄養塩を取り込みます。この植物プランクトンは動物プランクトンに食べられたり死んだりして粒子になります。マリンスノーと呼ばれるものです。この粒子は沈んで堆積物になるんですが、一部の粒子は分解してまた CO2 と栄養塩に戻ります。 この一連のサイクルを窒素循環と言います。海の中では栄養塩が光合成量を決めるので、生物による二酸化炭素吸収量を決めるので、気候変動を理解するために窒素循環を研究する必要があります。では次に、この窒素循環を知るすべつまり、えー、と同位体の プロキシーとして窒素同位体比というものを紹介したいと思います。先ほど岡崎さんからは酸素の同位体の紹介がありましたからありましたが、私からは窒素の同位体を紹介させていただきます。窒素には二種類の安定同位体があります。窒素のほとんどはこの十四 N と呼ばれるものです。 地球上には0.4%だけ 15N が存在します。この絵の青い粒々が、えー、と中性子の量になります。この中性子の数が1つだけ多いものが、えー、15N です。重さは 14N よりもほんの少しだけ重いです。同位体っていうのはそれぞれ科学的性質は同じなんですけど、 質量がこのようにほんののの少しだけ異なるものですこ 14n と 15n の比というのは地球上どこでもどの物質でも同じどの生物でも同じというわけではなく変化します。それは同位体分別が起こるからです。 例えば植物プランクトンが硝酸を取り込むときを考えてください。これが硝酸で、これが植物プランクトンです。植物プランクトンは軽い同位体 14n を優先的に取り込む性質があるので、出来上がった植物プランクトンはこのように 14n が多くなって軽くなり、残った硝酸は 14n が使われてしまっているので 15n が比較的多くなって重くなりますこれらの同位体比を測定すればどれだけ植物プランクトンが硝酸を使ったかを知ることができます例えばまだたくさん硝酸が残っているときには硝酸の同位体比はちょっとだけ重いですですがこれがどんどん消費されてほとんど残っていない 時にはものすごく重い同位体比になります。これは先ほどお見せした海の窒素循環の絵ですが、植物プランクトンが硝酸を取り込む、ここの場所ですね。ここで同位体分別が起こります。先ほどの絵を思い出してください。植物プランクトンは 14n からなる軽い窒素から取り込むので、 海水中の硝酸よりも植物プランクトンの同位体比の方が軽くなります。そして残された硝酸の同位体比は消費が進むにつれてどんどん重くなっていきます。ですので硝酸濃度の高い不栄養海域先ほどの高緯度の海域で硝酸と植物プランクトンの同位体比を測定すると 硝酸の同位体比は大体6パーミルぐらいで、植物プランクトンの同位体比は0パーミルぐらいなのですが、硝酸がほぼ消費され尽くされている、例えば沖縄とかハワイとかいった非栄養海域では、不栄養海域と比較して、硝酸の同位体比も植物プランクトンの同位体比も重くなっていきます。つまり、濃度が高いと同位体比が軽く、 濃度がが低いいとと同位体比が重くなるという逆相関関係を示しますそしてこの植物プランクトンというのは表層の硝酸の同位体情報先ほどの重いとか軽いとかいった情報を保存したまま人工粒子になり沈んで堆積物となっていきます。 ですので、実際に海の底の堆積物の表面の同位体比を測定してみると、表層の硝酸濃度と堆積物の同位体比は、きれいな逆相関関係が見られます。これは南インド洋の海水中の硝酸濃度と、表層堆積物の窒素同位体比を測定した結果です。この海域の表層水中の硝酸濃度は、 こちらが南なんですが南から北へ向かってどんどん低くなっていっています同じ場所の海底の氷層堆積物中の窒素同位体比を測定すると南から北へかけてこのように重くなっていますつまり濃度と同位体比は綺麗な逆相関関係を示しますですので堆積物の同位体比から 過去の表層の層栄養園環境を復元することができるのですですは実際にどのようにして海底堆積物の窒素同位た比から過去の一次生産量を復元するのかを私たちの研究を例に挙げて解説したいと思います。 海底堆積物の採取地点は、これがオーストラリアで、これがタスマニアで、これが南極大陸なんですが、このあたりです。拡大した地図がこちらになるんですけれども、ここが南極大陸で、こちら側が南太陽側です。アデリーワンと呼ばれる海,海域から堆積物を採取しました。 堆積物を採取した地点の水深は1017メートルです。実際に採取した地点はここの場所になっています。この堆積物は長さが33メートルで、過去2000年分の情報を記録していました。過去2000年間にも気候変動がありました。 これは、古、えー、気候の記録から復元された気温とこちらからは観測値になっていますが、その気温,気温の観測値をつなげたものです、えーと。トータルで過去2000年間の世界平均気温の変化を変化,変化になります。 えとここで注目していただきたいのが、西暦1500年から西,西暦1900年あたりに、一時太陽活動が低下して、世界的に平均気温,世界平均気温が低下した消費表記があったということです。過去2000年間は、一時生産については大半がまだ観測値がない時代なので、この時代の一時生産量やそれを取り巻く栄養園環境が気になるところです。 そこで採取した堆積物を薄くスライスして、ジャムステックの効果安定同位体質量分析性で窒素同位体比を測定しました。これはクロロフィルという色素です。このように分子の中に窒素が含まれています。クロロフィルというのは、葉っぱや植物プランクトンに含まれる緑色なんですけれども、海底堆積物からもこのように抽出できます。 クロロフィルの窒素同位体比は分離生成する必要があるので、普通の同位体比よりもさらに測るのが大変なんですけど、変質せずに純粋な植物プランクトンの同位体情報を保持しているので、正確な栄養塩環境の復元が可能になります。この時の堆積物については、窒素同位体比と一緒にクロロフィルの窒素同位体比も測定しました。これはその測定結果です。 過去2000年間のののアデリーバーバ地層同位体比の変動です横軸は年代を決定できる放射性同位体炭素を測定して堆積物の採取振動を時間軸に直した西暦になっています縦軸は堆積物の地素同位体比です同位体比は温暖な気 西暦九百年から千四百年あたりに重く、寒冷な西暦千五百年から千九百年あたりに軽いという結果になりました。この同位体プロキシの変動から、氷層の硝酸濃度は温暖だった時代に低く。寒冷だった時代に高かったということが推測されました。次に、この同位体プロキシの測定結果をもとに作成したモデルから、一次生産量を復元しました。 これがそのシミュレーション結果です。横軸は西暦で、縦軸は上から窒素同位体の観測結果と分析結果とシミュレーション結果、真ん中が硝酸濃度のシミュレーション結果、一番下が一次生産量のシミュレーション結果です。アデリーワの過去2000年間の一次生産量は気候変動とちゃんと連動していて、寒い時代には低く、暖かい時代 デザインには高かかったたとということが分かりました最後にこのような同位体プロキシの研究を地球温暖化研究へどのように役立てたいと考えているかをお話しして終わろうと思います。今日は堆積物の窒素同位体比から過去の栄養塩環境が復元できることを紹介しました。 今回はアデリーバーの過去2000年間分の堆積物の研究を紹介しましたが、他にもいろいろな研究が行われています。これはさまざまな海域で採掘された海底堆積物の過去3万年間の窒素同位体変動です。最終表記から現在にかけての窒素同位体比が測定され、この時代の栄養塩環境が復元されています。 そしてこちらはアフリカのモーリタニアで採掘された11億年前の地層のクロロフィルの分子化石ポルフィリンです。11億年前まで古くなるとクロロフィルで輪っこにあった側傘が取れてしまった状態でもう緑色ではなくピンク色ですがこの時代の地層ドイツ比も測定できています。 このようにたくさんの研究者がいろいろな時間スケールで窒素同位体比を測定してその時代の栄養塩環境を復元しています。そしてこれらの数万年や数億年などの同位体プロキシーから復元した栄養塩環境から一次生産量を変動させたメカニズムが明らかにされています。これはジャムステックが作っている地球システムモデルの概念図です。 地球システムモデルというのは生物が入った気候モデルで、ここに植物プランクトンと木が、陸上は木と草が入っています。先ほどのプロキシから復元した過去の気候変動に対する生物の応答が、こういった地球システムモデルの結果とは矛盾がないことを確かめることで、将来予測の研究へ役立てたいと考えています。以上です。ありがとうございました。 東京工業大学の大と申します、えー、鳥の目で温暖化を捉え直すという、えー、今回の、えーまあ、講,演講演の中で、えー、と私はですね、まあ、一つ、まあ、一段大きいスケールの中で、まあ、現在の地球の環境をどういうふうに位置づけられるのかというお話を皆さんに提供できればというふうに思っております。 まず、えーと、惑星としての地球という最も大きなスケールから話を入りたいと思います。こちらの表は、金、えー、星、地球、火星というふうに、えー、地球の領土谷にある岩石でできている惑星について、基本的な物理量を並べたものになっています。軌道半径というのは、中心の星からどれぐらいの距離にあるのかというのを、地球と太陽の距離を位置として表したもの。えー、地表面気圧は 気圧ですね、大気の主成分、そして地表面の気温、表層の水量、水の量というものが列挙されています。こ,のこれまでの講演でもありましたとおり、大気の主成分として CO2 など温室効果期待の量が地球の歴史の中地球の、現在の地球の大気の中で増えてきていることが地球温暖化の原因として注目されているわけですが、地球の CO2 量 大気中の CO2 量というものは、その割合として見ると、わずか0.04%というものにすぎません。一方で、金星や火星という両隣の惑星は、CO2 を95%以上を含むような、主成分とするような CO2 大気であるということになっています。金星は地球より太陽に近い星で、それに温室効果期待の CO2 をまとっていますので、非常に大きな。 温室効果を発揮して非常に灼熱の惑星環境になっています。火星は一方で非常に地球よりさらに遠い場所にありますので CO2 を主体としつつも温室効果があっても地表面気温は非常に低いという状態になっています。地球は太陽からの距離が程よいということがよく言われますがそれだけではなく程よく CO2 が少ないと。 いうことによって惑星としてまあ生命が生存できる非常に良い温暖な状態が維持されているわけです。液体の水まあ海が存在できてまあ温暖な気候がある。そして私たちを含めた生命が存在している。これはあ CO2 が少なくまた今日はお話ししませんが空気中に酸素があったりプレートテクトニクスで呼ばれるような火山活動が起きているようなそういった特徴のある星に私たちは住んでいるわけです。 しかしこのような情報というのはあくまで今の地球の情報をまとめたものです。地球の歴史というのは約46億年間ありまして、その歴史のを背負った状態で今、現在の地球がありますで。そこで今、地球温暖化という問題が起きているわけです。地質学が明らかにしてきたことは、ま、過去の地球を調べていくと、現在の地球とは全く異なるような状態がす。 存在したということが非常に重要な科学的な貢献だと思います。これまで既にお話もありましたように、最終表記と呼ばれるような約2万年前の地球には極域に大きな氷床が拡大していたことが知られていますし、さらに太古の時代には全球凍結と呼ばれるような地球全体が凍った時代があったことも知られています。このような地球の過去の気候変遷、地球の進化というものがいかに生じたのか。 そして現在の地球はどういうふうにその中で位置づけられるのか今日お話ししたいと思います。まず、えっと、地球の気候状態というフレームワークの中でどういうものが理論的にあり得ると考えられているのかご紹介します。 こちらは横軸におおよその温度、地球の温度を書いていて、そこに地球が5つ書かれていますが、これは理論的に予測されている惑星としての地球の気候状態の取り得るモードです。これまでのお話にあった通り、地球の気候というのは、あくまで太陽から受け取るエネルギー、太陽放射と宇宙空間に捨てる赤外放射のエネルギーの釣り合いで気候状態が決まるというのは、 確かですが、そういった枠組みの中でも異なる状態を取り得るということが分かっています。今の地球の状態はグリーンランドや南極に氷を持つ部分的に凍った状態として知られていますので、部分凍結状態と呼ばれる惑星の気候状態にあります。一方で、地球全体が凍る全球凍結状態、また氷がどこにも存在しない無凍結状態という状態もエネルギーが釣り合う重大事な 安定な気候の状態だというふうに理解されています。さらに温度が高い状態も存在すると考えられていて、湿潤温室状態や、これは一番右側エネルギーの釣り合いが崩れた状況ですが、暴走的に温暖化が進む暴走温室状態という状態も存在すると考えられています。こちらは横軸に太陽の明るさ、太陽から来るエネルギーのフラックスを取った 取って縦軸にその時の地球の温度を取った理論的な研究で得られた地球の気候状態の図になります現在の地球は現在の太陽の明るさ1としていますがそこで実現したこの星印で書いたあたりが現在の地球ですおよそ気温が15度付近の気温を持っています この緑色で書かれている他のドットは、太陽の明るさを変えていったときに得られた安定な気候状態を示していますが、部分的に凍った部分凍結状態や、あとこちらですね、氷がすべて溶けた無凍結の状態というものが得られることが知られています。やっぱこちらの白い方の丸というのは、地球全体が凍ってしまうような全球凍結状態を表した答えになります。 一方、またオレンジ色というのはより熱い湿潤温室という状態になった惑星の気候状態を表しています。定性的には太陽が暗くてエネルギーが低いほど全球凍結に陥りやすく大きくなればなるほど地球の気候は温暖な状態に変わっていくということが見て取れます。しかしもう一つ重要なことにこの気候のモードの間には大きく変化する場所があるということが分かります。 例えば、部分的に凍っている今の地球から太陽の明るさが約10%ほど低下するとそのそれか、そこからさらに太陽の明るさが小さくなると、急激に全球凍結の状態へと陥ることが分かります。このように地球の気候状態には、わずかな条件の違いによって気候状態が大きく変化する、そういったことが起きうるというふうに理論的には考えられていて、それをティッピングポイントというふうに呼んでいます。 こういった急激な気候変化の要因の一つには、アイスアルベドフィードバックと呼ばれるようなプロセスが提案されていて、例えばですね、気温が何らかの理由で低下すると、それは氷床や海氷の面積を拡大させる方向に行き、 これらは太陽のエネルギーを反射するものですので、太陽の反射率が上がることで、さらに受け取るエネルギーが小さくなって寒冷化が進むという悪循環がある条件で進むからだというふうに理解されています。すなわち、地球の気候モードの中には、ある条件で大きく変化するティッピングポイントがあるというふうに理解されているわけです。 これテッピングポイントという概念は、何も地球の気候とういう惑星としてのフレームワークだけではなくても、より一般的によく使われる言葉です。もともとは1950年代に社会学で導入された専門用語ですが、小さな節度、小さな環境の変化によってシステムの状態やその後の進化に質的な変化が生じるような条件や四季一を指す言葉として使われてきました。 ここでは気候の話をしていますので、小さな環境条欄によって地球の気候が大きく質的に変わってしまうような条件だというふうに理解していただければよいです。例えば、これまでのご講演でありました通り、地球の過去の気温変遷をちょっとこちらで図でご説明したいと思います。こちらは横軸2万年から現在までの産業革命前からの温度変差を縦軸に取ったものです。 気温というものは最終表記の極層期にだいたいマイナス7度ぐらい低かった、温度が低かったわけですが、約1万5000年前から1万年前にかけて温暖化し、寒心性と呼ばれる時代に入っています。その後、現在、私たちはこの地球温暖化で温度上昇を経験しているわけです。右側のパネルには、1960年以降の地球温暖化の情報と将来予測の結果が示されています。 でこの温度変差の中で、さまざまな気候のティッピングポイントが予測されています。こちらはさまざまな情報が載っていますが、大きく3つ、左側にはグリーンランドの氷が溶けてしまうティッピングポイント、南極の西側の氷床が溶けてしまうティッピングポイントが、おおよそ産業革命前の地球の気温のから見て、約1.5度から2度ぐらいのところで、その敷地を超えるのではないかと見積もられるということが分かります。 先ほど、田部先生のお話にあった北大西洋の海洋循環の停滞や崩壊についてもこちらに示されていて、大体4度ぐらいのところというのが提案されているわけです。一方、東南極氷床が溶けるという条件は、ティッピングポイントとしては大体プラス7度から8度というふうに見積もられています。 この結果を見ますと、IPCC などで予測されている地球温暖化の、まあ、一番悪いシナリオで大体6度程度ですから、西南極氷床やグリーンランドなどは、その誘拐の条件を優位に超える可能性がある一方、東南極の氷は溶けずに済む可能性があるというようなことがわかります。 このように地球の気候状態にはいくつか取りうる条件がありその間にはティッピングポイントといった急激な変化を生む条件がありうるというのがお分かりいただければと思います。それではこのような理解の上で地球の歴史の中で気候はどういうふうに変遷してきたのでしょうか。こちらは地球の歴史46億年のうち地質記録のある過去40億年間について氷があった時代をまとめたものです。 三角形で水色の部分というのは部分凍結状態にあった地球を表しています。現在の地球も部分凍結状態になっています。ひときわ大きな青い三角形は全球凍結状態に至ったことが地質学的に確からしい時代です。これまでに約計3回の全球凍結状態が生じたことが分かっています。しかしながら皆さん見ていただくと分かる通り、氷のある 部分凍結、全球凍結という状態は地球の歴史の中ではごく限られていて、多くの時代では無凍結の氷のない温暖な地球環境が一般的であると、典型的な気候状態であるということがわかります。これはあの一見、理論的には非常に不思議な観察事実です。なぜならと地球の 受け取る太陽から受け取るエネルギーというものは過去に遡るほど小さかったというふうに理論的に考えられているからです。これは上の図は過去40億年間の太陽の明るさを表したのがこの赤線になっています。約40億年前の太陽はまだ若く、現在より大体3割近く放射エネルギーの小さい条件であったと考えられています。下の図はそのような太陽の明るさを仮定したときに、 現在の地球を、まあ、それで仮定したときにどのような地表面気温になるかと計算してみると過去大体17億年前より以前の地球は水の凝固点で、まあ、摂氏0度を下回るような極寒の惑星環境でなければならないというふうに予測されています。すなわちこの太陽進化の理論が正しければ地球は初期は寒くてより時間とともに暖かくなってくるはずなわけです。 これは地質記録と大きく矛盾していますこの相入れない結果は今の私たちの理解では当時の大気組成が現在とは大きく異なっていて大量の温室効果気体が存在したからこそしたために初期の地球は太陽が暗くても温暖であったというふうに理解されています。 具体的にどれだけの CO2 としての温室効果が必要かという理論的な予測がこちらにまとめてあります。上側のパネルは先ほどの太陽のエネルギー供給率、下側は理論的に計算された現在の地球と同じ気候状態を維持するのに必要な CO2 濃度です。現在を1としていて、だいたい40億年前は1000倍ぐらい、30億年前でも500倍ぐらいの CO2 濃度が必要であると。 いいうことが要求されています逆に言えば当時の地球を温暖に維持するにはそれだけの CO2 が必要ですが太陽の明るさが明るくなるほどそれをうまく相殺するように CO2 濃度が低下してくれば地球の気候を温暖な状態に維持しながら40億年間遷移できるということです。 そのような都合のいい CO2 の歴史というものがあり得るのかということをこれまで科学者たちは考えてきました。現在ではその,そのようなメカニズムが存在すると信じられています。ここでは大気中の CO2 量がどのようにコントロールされているか概念でお,知らお,お見せします。大気中の CO2 の主な供給源は火山活動にを主とする脱ガス作用というものです。 一方で、吸収はやや難しいのですが、雨水に溶け込んだ CO2 が岩石と反応し、それが最終的にまた岩石へと戻る、一連の化学反応によって吸収されています。具体的には、雨水に溶けた CO2 が炭酸となって岩石と反応し、それがイオンとして河川を通じて海洋へと運ばれ、海洋の中では炭酸カルシウムという鉱物が沈殿をしている。 この一連のプロセスが起きることで空気中から CO2 が1つ奪われて炭酸カルシウムにそして岩石に固定されるという反応が起きています。これを提唱者の名前を取ってエベルマン・ユーリーの反応というふうに言ってい,っています。重要なのはこのプロセスが温度気候状態に強く依存していることです。これれは、鉱物と呼ばれるオムナ 岩,を岩石を作っているものの鉱物の溶解反応なのでこれは気温が高いほどその反応はよく進みます気温が高い温暖な気候になったとするとそれは岩石と水の反応を促進させることで CO2 の吸収が進みますこれは CO2 の温室効果を弱めることでもともとに仮定した気温の上昇を抑え込むというプロセスになっている 全体として何か気温の変化があったときにそれを抑え込む安定化メカニズムになっているんじゃないかというふうに理解されています。このようにこれまでのご講演であったとおり地球の気温というのは太陽放射と赤外放射というエネルギーの釣り合いで決まるというふうに理解されていますが同時に温室効果気体である大気中の CO2 濃度というのも重要でそれは火山活動などの供給と水岩石反応とした 除去という炭素の収支もその背後には存在します。そして大気中の CO2 と気温の間にも相互に作用があって、CO2 が多くなれば気温が上昇し、その気温の上昇が CO2 の上昇を妨げるというウォーカーフィードバックと呼ばれる安定化作用が存在している。これらがお互いに エネルギー収支と炭素収支はお互いに影響することで、地球の歴史上ずっと温暖な気候が維持されてきたというふうに、今、われわれの科学的な理解は至っているところです。この枠組みの中では、太陽が時間とともに明るくなれば明るくなるほど気温は上がってくると、上がろうとするわけですが、それを CO2 が吸収されることで妨げると。 なので、太陽が明るくなるほど CO2 は時代とともに下がってくるはずだということになります。このような理論的な予測を実際に定量化して、数値シミュレーションで得られた結果がこちらです。時代とともに地球の大気中の CO2 濃度は大きく3桁以上低下してきたというふうに理論的に計算されています。これらはプロキシで得られている結果とも、おおむね整合的です。 右側にはその時計算された平均気温の時間繊維を示していますが、まあ、現在の地球と同程度もしくは少し高い状態を40億年間維持してきたということが説明できているということになります。 このウォーカーフィードバックというプロセスを介したです、ね、安定化作用というのは地球がずっと温暖な気候にあったということでは非常に重要なプロセスだと理解されていますが一方でこれがあったからあれば地球の気候はずっと安定であるというわけではありませんあくまで何か気候の状態が変化したとき専門的には定常状態からずれた場合といいますけれども何か変化が気候が変化したときにそれを元の状態に 戻そうううとといいい受動的ななあああくまままででで応答であって気候が常に変わらないというものではありせん、ま、たこの応答は数十万年ぐらいかかる地質学的なプロセスであるために急激な環境上覧があってもすぐにはその上覧気候の変化を安定化させてはくれないという欠点もあります例えば地球の火山活動などが大きくなった時に何が起きるかもう一つだけ例をご紹介します 例えば火山活動が強くなると、それは CO2 濃度を増加させる方向に働きますが、これは温室効果を発揮することで気温の上昇を促し、これは大気中の CO2 を吸収する水と岩石の反応を促進することで、その CO2 の上昇を妨げるという安定化作用になります。実際の地球の過去の歴史でどのようなふうに理解されるか、こちらで例をお見せしますが。 過去5億年間の大気中の CO2 濃度の時間変化をこの緑色でプロキシーからのデータでお見せしています。この実践の線は太陽の明るさから予測されるウォーカーフィードバックで予測される CO2 のトレンドです。実際の地球はこの CO2 のトレンドから少しずれたところに CO2 があって低い時代と高い時代とがありますが。 高くなっている時代というのは相対的に火山活動の活発であったことが知られている時代です。中生代と呼ばれる時代。こういった時代は火山活動の供給が高いために相対的に暖かい地球環境が実現しています。プロ基地から見積もられている年平均気温の変化も火山活動の強い時期には相対的に暖かく CO2 の低い火山活動の弱い時期にはやはり寒冷であるということが示されています。 突発的な、より急激な環境変化としては、例えば大量絶滅性事変などの現象がありますが、こちらは約2億年前の三畳紀樹略協会と呼ばれる時代の火山活動です。その時には、大気中の CO2 量が劇的に増えたことが知られています。 このときもウォーカーフィードバックそのものはこの上昇を抑えることはできていませんが、その後、ウォーカーフィードバックによって、その CO2 が最終的には吸収されて、気候の安定化が図られるということになります。すなわち、どれぐらいのスピードで CO2 が供給されるかというのが結構大事な問題になっていますが、実は火山活動の CO2 供給に比べ、人為的な供給はすでに100倍程度のスピードになっています。 こちらは CO2 の過去60年間の観測記録ですが、すでに 420ppm を超えていて、その年間の上昇速度は年間 2ppm と、非常に大きな速度で CO2 濃度が増えています。こちらも繰り返し本日の講演で出てきた図ですが、過去80万年間の歴史の中でも、その CO2 の上昇は飛び抜けて早く、自然の変動要因を大きく逸脱している様子がわかります。 CO2 の変化としては1.8万年前から1.1万年前に起きた CO2 の変化スピード1に対し1995年から2014年の変化スピードは200というふうに200倍のスピードを持っています。すなわち自然のウォーカーフィードバックのプロセスでは完全に防げないような速さで CO2 の上昇が起きているということです。過去の、 まあ過去6000万年間の CO2 濃度と温度という、こちらもすでに出てきた図ですけれども、そういった枠組みで見たときにもえ、将来起きる CO2 の増加や温度の増加というものは非常にまあ早くて、またえ最も悪いシナリオでは、過去6000万年前ぐらいの状態にまで数百年で持っていくということになります。最後に、えこの こういった CO2 の放出は非常にスピードが速いために、ウォーカーフィードバックだけでは吸収が間に合いません。他にどのような自然要因で吸収されるかというと、海洋への溶け込みや海洋循環による深層への輸送、また海の中で科学的に吸収されるようなプロセスが存在します。 最終的にそれが水岩石反応によって岩石として固定されて完全に吸収されることになります。左下の図は西暦1000年、2000年から先100万年まで地球の放出された CO2 がどのように変化するかを予測した結果ですが、2000年代以降大きく CO2 が増えた後、 数千年から数万年、そして最終的な吸収には20万年程度かかって、ようやく地球温暖化の人為的な CO2 が吸収されるということが予測されます。このような CO2 の吸収メカニズムというのは、実はこういった地球の歴史から分かったプロセスも実は大事であって、そういったことは理論的に組み込まれて定量化されています。 またあのウォーカーフィードバックなど、非常にゆっくりなプロセスが地球温暖化に意味があるのかと思い、思いの方もいるかもしれませんが、実際にそれが CO2 の吸収に役立つように、人為的な加速させるメカニズムも提案されています。こちらは岩石,岩石風化促進法というものですが、土壌へ計算塩鉱物を散布することで、人間が人為的に風化作用を加速させて、CO2 を積極的に吸収しようというものです。 これも地球の歴史の中で見出されたプロセスを地球温暖化に応用するという新しい視点の研究になります。それでは最後にですね、さらに長い地球の環境では何が起きるのかだけ一言述べて終わりにします。ウォーカーフィードバックに習えば、地球の歴史を通じて大気中の CO2 はずっと低下をしてきました。これは将来の地球でもそのまま継続すると思われています。 太陽の明るさが明るくなると CO2 はどんどん低下していくはずです我々の計算研究でも大気中の CO2 は将来10億年後までに現在の10分の1以下まで低下するというふうに見積もられていますしかしこれだけ CO2 が失われる惑星大気になると温室効果としての CO2 がほとんど機能しなくなりますのでウォーカーフィードバックが失われて 太陽の明るさの上昇をそのまま受けて気温の上昇が生じるような気候モードに変わっていくと理論的には予測されています。現在から約10億年後までに地球の気温は無糖結状態から湿潤温室状態へと移行し、非常に温度の高い惑星環境へと変わっていくというふうに理解されています。以上、まとめますと CO2 というのは 温暖化では悪者にされることもありますが、地球の温暖気候を維持するのに非常に重要な役割を果たしてきた化学物質です。これはエネルギーの収支だけではなく、炭素循環というものの代わりの中で地球の歴史を通じて低下をしてきました。 現在の地球は寒冷な状態にありますが、地球の人間活動によって、そのスピードが CO2 の排出、フラックスが非常に大きいために、急激なスピードで温暖化が進行しているのが重要な問題点です。でこの CO2 の放出は最終的にはウォーカーフィードバックによって完全に吸収されますが、それはお,およそ20年ぐらいかかるであろうということが理論的には予測されています。いやいや時間超過しましたが、私からは以上となります。ご清聴ありがとうございました。 えと皆さんからの、ね、見え方が変わっていると思います。えー、パネルディカッションあの、このように後援者と司会が並んで、えー、お話を進めていきたいと思います。えー、でですねあの、休憩に入る前に、あのー、質問をお寄せくださいということを言ったんですけれども、えー、あ,のありがたいことにいくつかあの実際お寄せいただきまして、であのそのうちいくつかはすでに、えーま タイプして、えー、答えてありますけれども、あのそうでないものも残っています。まあ,あのそういったところからお話をお、えー、と進めていこうかなと思いますが、えっ、ー、と最初えっ、ー、とこれは立憲さんに振っていいですかね。あの上空の気温の話大丈夫？はい。おばさ君？はい。はい。えっ、ー、とですね、来ている質問これあのまだ コ工ラの皆さんから見えない状態なんですよね。はい、ではあの、読み上げます、真鍋さんあ先生による大気海洋結合モデルによる延長温度分布に,において、えー、温室効果ガス濃度が上昇すると地表気温が上昇することが示されていましたが、同時に上空の気温があ低下することが示しされていましたあの。これはなぜなんでしょうということなんですけども。えー まあ地球の熱の出入りを1個で考えると、これは一見不思議な結果ですよね。でも、これは地球の大気の延直分布を考えると説明することができます。で、真鍋先生のグラフ戻っていただくと分かるんですけども、対流圏、下の,下のグラフの3分値の方では、地表気温が高くて上空に行くほど低い温度分布になっています。これは対流圏では大気は延直方向によく混ざっているからで、えーまあ、上空に上がると、 っところがそこから上の方の成層圏はあまり混ざらなくて大気の放射で熱が決まっています。ポイントは CO2 が増えると温室効果が強くなるので下から来る超波放射が弱くなってしまいます。で,上の,で上の方でも超波放射は出ていく効果があるのでその大気の上の方の熱の出入りで見れば出ていく熱の方が多くなるので 寒冷化するという現象が大気中 CO2 を増やすと出てしまいます。でこの青緑圏の寒冷化は現実に今の観測でも観測されている事象になっています。あ、ありがとうございます。まああの下からあの来るえっ、ー、と杉が下から温められづらくなっちゃうのでかえって、はい、そういうことですね。青緑、はい、圏では下から温められづらくなる高寒、はい、で,で。はい。 えーともうあの地球大気、3次元であの考えると、いろいろ一筋縄ではいかないことも起こりうるということで、あの一つの,あの恒例かなと思います。あのいい質問をどうもありがとうございました。次はですね、えーっと、これも大事な質問かなと思います。火山活動について、大、え、気、ー、の火山灰の供給により太陽光を反射するため、 むしろ気温を下げる効果の方が大きいのではないでしょうか。これ、これあのえっ、ー、と火山が二,二酸化炭素を噴出するというお話が尾崎さんの講演の中にあったと思うので、まあ、それに対する質問かなと思うんですが。 はいえー、っとじゃあ、尾崎さんの方からお答えします。そうですね、これはあの火山灰の供給によって、どれぐらいまあ大気中にその火山灰が滞留し、まあ、最終的に除去されるかというまあ時間スケールと、まあそのまあ、実際にはその火山灰がまあ滞留できる時間というのは、まあ、100年は絶対なくて、おそらく数十年とか10年以内とか、そういったもので、大気からまた地表面と戻っていってしまう。 で火山灰が実際に成層圏まで入るような大きな変噴火であれば、まあ、寒冷化が起きるというのは、まあ、歴史的にも知られていますし、まあ、理論的な計算も行われています。でそのときには一時的な寒冷化が起きるであろうということが、まあ、地質自体でもまあ提案されていたりしますが、まあ、それらがまあ除去された後は温室効果の CO2 が残存して残っていますのでむしろ温室効果が効力を発揮して温暖な方向に行くというふうにまあ理解されているのが基本的な考え方だと思います。 はい、ありがとうございます。まあ、あの、火山灰、確かに冷やすんですが、まあ、すぐに落っこっちゃうっていうところが大きいかなと思います。あの火山灰とかの気候効果については、えっ、ー、と、ジャムステックの人の方が詳しい人がいるかもしれませんが、なんか付け足すことあります特に。 が起きると、即時的には気温が球の、あの地球全体の気温が平均的には低下するというのもおっしゃるとおりなんですけど、一方で、その日射が遮られることによって、えー、と地面に含まれている、えー、と水分の蒸発が、えー、と抑えられて、その結果、雲が減り、えー、とその結果、太陽の日射がその地域的に見るとこう増えるよというような。 ことも、えー、と生じていまして、あのーまあ、一口に火山噴火の影響と言っていても、やはりこう3次元的とか二次元的に分布を見ると、大きくあの様相は変わってくるところが、まあ、面白いいいかなと思いますはいまあ、火山灰が巻かれた後あと、詳しくたどると、また冷やすだけではない効果もあるということで。 まあそこをあの入,り乱って入り乱れて、えー、結局プラスマイナスどっちに働くかなんていうのはあのシミュレーションの研究が役に立つことがありますね。ありがとうございます。では、えー、と次、えーまあ、あの未回答のご質問では最後になりますかね。これはどうでしょう吉川さんか岡崎さんか,かな、えーと。最終表 再換気再緩期に待機中の CO₂ が約 90ppm 下がりましたが、海洋の基礎生産力の変化が関係しているのでしょうか。それを窒素同位体の測定で何か分かっているのでしょうか。どうどうでしょう。吉川さんもお願いしていいですかね。はい。えっ、ー、と最終表記の CO₂ のお話だと思うんですけれども、えっ、ー、とこちらはまだえっ、ー、と結着がついてない。 というのが本音ですいろいろな論文が出ているんですけれども一つご紹介できるのは鉄の飛来量が多くなるので生物生産は上がるんじゃないかということは一つ言われていますがまだその 90ppm 下がった原因が生物だけの効果だとはまだ言い切れていないのが現状です。 えっとそのまあ、増えたとか減ったとかいうところの,あの断片的な証拠とかは出てたりします南、ね、対応は、えー、と測定がたくさん行われているので、何対応の状態は分かっていますけど、赤道あたりは、<あ>亜熱帯あたりはと言われると,、えー、と断片的な情報なので、全球的にどうなっていたかというのはまだ分かっていないのが現状だと思います。 南太陽ってあの南極周りの南極大陸周りの海のことですね。はい、あ,のあの辺の,あの海域、すごくあのそ,うそういう表記のことを語るのに鍵となる海だっていうふうに言われていて、うん、まあ研究も盛んなんでデータも盛んなんですけど、はい、そういうところがちょっと断片的な証拠は出てきているということですね。はい、ありがどうしまします岡崎さんの専門ともお話近いと思うんですけど。 ちょっと補足というか追加ですけど、はい、まあ吉川さんおっしゃったとおりなんですが、えーまあ、90ppm 分どう下げるかっていうところになっていて、まあ、生物生産基礎生産の変化が重要であるっていうところはた、まあ、多分間違いないところですただそれが一体 90ppm のうちどれだけかっていうのを まあこの30年ぐらい、いろんな人がいろんなことを言っていて、まだみんな納得する答えにはなっていないという形ですね。はいまあ、そこで、南極の周りが重要であるというところも、コンセンサスは得られていると思います。はい、以上ですす、はい、ありがとうございますあとどうで 話していいですかシミュレーションの面からもいろいろ研究が行われていると思いますが、小松さん。はい、そうです、シミュレーションからも活発に行われています。なぜ表記に 90ppm じゃなければいけなかったのかという点で、まあ、活発に、えー、ずっと研究が行われて,行われてどん、ゴールに近づいてはいるんですけど、まだ研究する課題がおまあ残っているというのは現状であります。はいいありがとうございます、あのーまあ、講演中にも何回か出てきた 二酸化炭素と気温の変動の図は非常に印象的なのでいやあの私があの、ね、研,究の研究職をするようになってあの最初の頃に見かけたんですがこんなの普通ねいや現代科学の進んだ現代であれば説明されているものだろうと思って見ちゃうんですけどもなかなかあの全部を説明するには、ね、至っていないということで。 えーとなんか奥深い問題なのかなというふうに思います。であと最後あのもう一つ質問が増えています。あのこれ立部さんへってご指名がありますけれどもあの、ま、地球、ま、CO2 が全くない場合は何度になるんでしょうっていうお話でしたがこれ、えー、と公園地にも少し増えてましたが、えー、と改めて、えー、と説明して。 してもらった上であとはあの水蒸気についても触れてますので、えー、っとそうあの水蒸気の効果っていうのがあのどういうものがあるかっていうのはちょっとお話ししてもらったらいいかなと思います。はいあの、ご質問ありがとうございます。あのえっ、ーと,ねえー、とですね、あの排気蘇成の割合まで考えながらあの、本日の講演で説明しましたあの熱の出入りから気温を見積もるというのは、ちょっとこの場ではなかなかできないですけれども。あのー CO2 がないとかあの水蒸気がないという状況ではあの気温が下がるのはまあ確実だと思われます。で特におそらくあのまあ水蒸気による温室効果というものが地球気候を維持する上で非常に重要なんではないかと多分思われて質問されているんと思われますけどあそれはもうおっしゃる通りです。あの水蒸気というものの温室効果というのは量にしても何にしても CO2 よりも大きいものです。でまあ、こう 水蒸気は結構温暖化研究ではあの、まあ、批判的な面であの注目されることが多いんですけれどもそれはまあ今申し上げたとおり水蒸気が強い温室効果を持つからでなんですけれどもあの水蒸気というものは常にこう地球の中に存在しているものでして。 したがってその温暖化が進んでいく状況において、えー、と大気が含む、えー、と水蒸気の量も増えていきますのでそれ確かに水蒸気もあの温暖化に非常に大きく貢献します。で、えー、と一方でただその温暖化が進むのはなぜかというとそれはやっぱり根本原因というのはあの。 現最近の温暖化については CO2 が人為的にと増加させられているからでして要するにこれ水蒸気のフィードバックがあるということで CO2 が増加する、えーとえー、と気温が上がるで海面の気温も上がる蒸発がか、えー、と多くなる大気中の水蒸気も増えるそれによってさらに温暖化が進むという実はその温室効果ガスだけを考えるで CO2 だけを考えるのではなくて あの温暖化が進んだ時にえときに、水蒸気がどれぐらい増えてえ、それがどれ程度のこう気温上昇に寄与するかというようなことも、そしてそれはあの雲がどう分布できるするか、雲がどういうふうにえと形成されるか、将来的に減るのか増えるのか、なんかそういう問題にもこうやって関わってくるものでして、定量的にこうどうなるということを即答はできないんですけれども、水蒸気が非常に重要な研究ターゲットであるということは、ここで。 改めて強調しておきたいと思います。はいちらっと,あのあのとあ言ってましたけどあの批判的に使われることがある、あの二酸気候モデル、あの水蒸気のこと全然考えてないんじゃないのかって言われることがありますけど、そういうことではないんですよね。あのまあのまあ、あの人間活動で水蒸気をばらまいているわけではないので、あくまできっかけとした二酸化炭素が大事で、その後あの水蒸気の反応も見ていると。 そう,そうですね、はい、まあ水蒸気、雲の出来方が非常に気候を決めるにあたって重要になってくるということは、あの我々の中でももちろん認識しております気候モデルの中でもそういう効果はきっちり、えー、と取り入れられていますはい、はい、どうもありが講演中にいただいた質問は、テキストで答えたものを含めれば。 えっと対応したかなと思うんですけれどもあのその他にですねあの事前にあの質問を受け付けておりましていろいろ質問をいただいております、まあ、この中からちょっとあの私の独断と偏見でピックアップしてしまう形になりますがまずはあのすごく根本的な質問でですねあのもう前例のないフェーズにあのご変化入っちゃってるので昔のことを研究しても あんまり意味,意味ないんじゃないんですかひょっとしたらっていう質問があります。あのこれ、どうなんでしょうあの昔のことをお話ししてたえ岡崎さん、小畠さん、吉川さんあ、えー、とは、もう、振、うん、れ幅が大きいという意味で、尾崎さんが一番 <laughs> 当てはまると思いますけれども、はいあの今はちょっと舘部さんが話す機会が多かったかな。 じゃあ順番にということでまああの何ですかね全く今と同じ例をあの過去に求められるかっていうとなかなかそのばっちりそれと同じ例っていうのは見つけにくいっていうのは確かだと思いますただし、えー、過去にはですね今と全く異なるあの極端な気候現象とかもありましたし えーまあ、そういうところを調べていくことで、人間の,あの影響のないところをきっちりあの調べることでえ、気候変動というのがどういうメカニズムで起こるのかということを知ることが、あの今後、まあ、前例のない気候変動になるかもしれませんが、それを将来予測していくでまで、まあ、意味があると考えてやっております、はい、私からは以上、はい、です。 まあ将来予測に関して自分の考えを言うと将来予測の精度を上げるなら将来予測のモデルを良くしようというのが今の基本的な考えではあります。ただ、その声、まま、毎回思い返すのは天気予報は毎日毎日、まあ、結モデルの予測が検証されますけど、数十年後の将来予測はその時になってみないとわからないものなので、その時に 真実実際の地球はどうだったのかという情報は過去の遡る必要があります。20年前予測だったらあ20年後予測だったら20年前予測を遡らなきゃいけないし、もっと昔の大きな気候変動を考えたら昔にも遡る必要があるから、ポ気候の重要性は、えーえー、将来予測でもあるものだと今は考えておりますあ。ありがとうございます。えー、っと、吉川さん、お願いしますか。 吉川です、えー、と私はあの今日は生物の話をさせてもらったんですけど、えー、と気候予測のモデルの中で生物の、えー、CO2 吸収とかまた、えー、と大気に戻っていく部分とかは、えー、と多分一番こう不確定性が高くてで、えー、と局所的に地球上でも起こってることだと思うので。 えとそれを、えー、と一つ一つ観測と照らし合わせていくというのはもちろん大変ですので観測例を増やすという意味でも、えー、と過去の地球の生物の状態と気候の状態を、えー、と調べていって、えー、とそういったモデルがちゃんと機能しているかという、えー、と偉そうなんですけど評価,を <laughs> 評価ができるように、えー、と観測例を集めているというのが今現状です。はい ありとこありがとうございます。あのまああの評価基準となるようなあのそういう材料いっぱい提供してあのくれている,るということです。それではあのお待たせしました。フレハバッキングの尾崎さんお願いします。はいありがとうございます。えっとそうですね。えっと、うんあの実際に同じ地球を用意することはまだできないわけですからあの全く同じ予測をできるわけではないのは、まあ 岡崎先生も言われた通りだと思います。ただあの地球というものが持っているその応答の特性みたいなものを把握することは非常に重要だと私は思っています。基本的なプロセスや基本的な応答の特性というものはきっとあるはずでそれは過去の特に大きな環境変動の時っていうのはそれらっていうものがはっきり見える場合があるでそれは地質記録 だけではなくて、それと理論モデルが組み合わさったときに初めてメカニズムが定量的に見えてきたり、あ見過ごされていたプロセスというものがある,あるという可能性が見えてきたりすることがあるわけで、まあ、今の地球の私,私たちの観測だけでは見えない、隠れているものが、まあ、過去の現象の時に見えている可能性があるというのは、やっぱ探索すべき問題だと思います。で、あまあ、表記、完ん記の話は今日は特に多かったですが、ああいったなぜ10万年で あの周期で、あの振幅で CO2 が変わらなきゃいけないのかというのが、まあ、科学的に物理的なものと科学的なものと生物的なものがすべて組み合わせて、理論的にちゃんと説明できるようになるというのは、まあ、地球のまあ将来を考えるときに、超えておかなきゃいけないマイルストーンだと私は思いますので、まあ、過去の研究というのは外せないと信じています。はい ありがとうございますあのまあえっ、ー、と氷観表,表記の二酸化炭素変動についてはちょっと自分の首絞めるかもしれないんですけどあれがあの完全に理解できていないっていうのはやっぱり将来予測する上でもあのずっと心に引っかかるところはあるかなと思ってるのでえっ、ー、と気候をやってる皆さんには頑張っていただきたいってと言ですけど <laughs> いやそんなことないですあの我々も頑張りますけどもはいまあ手に手を取ってえっ、ー、とか進めていければいいかなと。 いうふうに思っているところです。うん、えっと、どう、そのほか、えー、っとですね、あっと、とあはい、えー、っと、オンラインでの質問もう一個来てます。あの、オバッセ先生というお話なんですけれども、えー、っと、これも少し行き違いがあるような気がしますが、えー、っと、メキシコ湾流のえー 熱炎循環が弱くなると北西ヨーロッパの気温が下がるというお話だったのですがタテベさんのシミュレーションでは気温が上がるような話だったと思いますというご質問ですけれどもただここはあの地域的にはそこをちょっと寒冷化が進むっていうお話が、えー、タテベさんのところでも出てたような気がしますがあとどうしましょうね。えーとはい、タテベさんからお話ししいただきます バセさんとあの自分のシミュレーションの話はあの本質的には同じでして、お気候状況ではあの陸上の、えー、と氷床が誘拐することによって淡水が海に供給されて、メキシコ湾流と海洋の熱塩循環が弱くなり、えー、特性ヨッパの気温が下がりますであの。私の方で紹介したのの基本的には、まあ、原因としてはもう風が変わるとか、あの北極 海氷がの誘拐が進んで、淡水の供給が増えるとか、そういうことによって、メキシコ湾流のえと強さが次第に弱くなっていって、北大西洋の亜寒帯域ではその海面水温の低下傾向がまあ現実にもあの将来的にも見えてくるというような話で、基本的に小畠さんの話と同様、寒冷化の話をしています。ただあの私の方ではその えと小気候状況ではないので、人員期限の CO2 排出がそこに上乗せされた結果、あの洋上では寒冷化が見えるんですけど、あの陸上では CO2 による人員温暖化の方が強いため、あの寒冷化のシグナルは見えないという話でした。はい、であの Day After Tomorrow のお話なんですけど、あのこれは。 これもそうですね、あの古希語学的なところで、その海洋循環が弱まって寒冷化するというところに立脚したあの映画だったと思います。ただ、あのまあ極端な例として、あのまあ映画化されていますけど、あの私の講演の最後の方でありましたように、まあ、もし仮にあの北大西洋の海洋循環というものが想定よりもずっと早く、 えとこう止まってしまうようなことがあれば、まあ、あの映画ほど極端なことはないでしょうけれども、その寒冷化の方が人温暖化に勝ち打ち勝って、えーとまあ、欧州、米国はまあ寒冷化多少はするかもしれません。はいえーとまあ、このような回答でよろしいでしょうか、ね。はいありがとうございます。あのまあ、ちょっと続けざまに私自身も興味あったりして、あのー、いやその深層海洋深層循環って、まあ全く止まることはないだろうっていうふうに。 割と最近まであの言われてたってて私、はい、あの認識していてあ、ね、ただまあ,あの最近あのそうでもないぞっていう論文が立て続けに、まあ、これあの講演の中でもお話ありましたけども何でしょうねあのその辺こうなんかプロの海洋学者とかどういうふうに感じているのかとかなんかその。 あとコメントがあればあの、まあ、2つ講演中では紹介して1つは数値シミュレーションによるものでもう1つはの統計学による論文,の論文の結果なんですよね。あのどちらの論,あの論文でも、まあ、2000年代中盤に急激に止まる可能性が高いということを触れているんですけれど。 あの統計学ベースの方は特にそのです、ね、地球気候システムが急激に変わるような尾崎さんの話でもありましたティッピングを、まあ、ちょっとこう理論的にこう捉えてみようというような取り組みから始まっていてあの小気候の状況などを解析した結果 えとその統計モデルに当てはめると2057年ぐらいにこう急激に海流が弱まるという結果を出しているんですね。でただ、やはりそこにはその大きな不確実性というものが、まあ、データにもモデルに統計モデルにもあるので、まあ、論文を読む限りではあの、まあ、そうなんだなと思いますけどやはりそこが本当に起きるかどうかというのはもうこう専門家としてもまあちょっと疑念を持つところではあります。シシミュレーーョンベースの方は本当に と仮想的な実験において氷床がこれぐらい誘拐してあの大西洋に、えー、とこれぐらいの淡水が供給されたらなんか数十年間でこれぐらい気候が変わるんだということを、あのーまあ、私が紹介したような気候モデルやってるものでして、まあ、それもあくまで仮想的にその淡水をまいているだけなのであの将来的にこうなるとまではまあ信じられないんですけど、まあ、大きなインパクトがあるのは確か,です確かだろうなとは思っています。 はい、いありがとうございます。まあ、特にあの前半の統計モデルの方ではやっぱり国交研究の情報もあの加味して、えーとまあ、統計モデルみたいなもの、まあ、独自のものを作り上げてそれをあの未来予測に当てはめると,、えー、とそういう完全停止深層循環完全停止みたいな可能性も出てくるということでこういうところでもやっぱり国の国交 地、うんえー、質学的なデータから未来予測へ結びつけるっていう活動は、うん、あのいろんなところにあるのかなというふうに思いました。はい、はい、おっしゃるはいありがとうございます。あとは、今日はですね、そうか、あの事前質問いろいろいただいた中でですね、えー、大絶滅の話が、えー、とちょっとあって、これもあの私自身の興味であの質問したりします。これはあの圧倒的に尾崎さんの話かと思うんで 今日はあのーあれですね、そんなに生物大絶滅の話はなかったんですがそこかしこに隠れてあったりあのこの辺なんかカンブリアン・エクスプロージョンとかいうあの用語用語だけ私も聞いたりしてたりしますけどあの、まあ、その辺絶滅と進化とかあの、えーとうん、気候の変化とかあのその辺の関係についてなんかこうこう面白い話があれば聞かせていただきたいの はい、ありがとうございます地球の歴史長いので絶滅にしろ、まあ、面白い現象たくさんまあ,あります。で、まあ、大量絶滅というふうに呼ぶ時には大きく5つの現象のことを指していて、まあ、過去5.4億年間の県生代と呼ばれているまあ動物など高等な生物がいる時代の中で大量な生物の損失があった時代を、まあ まあ大量絶滅と言っていますそれより昔の時代にもきっと微生物たちがいて大量に絶滅した現象があった可能性はありますがそこはあの地質学的にははっきりとした証拠がまだ得られていないこともあるので、まあ、そこはあまり一般的に言われていませんでまあその後5翌年に限って言うと、まあ、最も大きい大量絶滅事変というのは、まあ、ペルム期末という時の大量絶滅事変があって、まあ、およそ 2, 5 2億5000万年前ぐらいの時代です。 でその次が、まあ、今日少しだけ紹介した三畳紀ジュラ紀教会というもので約2億年前になります。で両者はとメカニズムとしてはおそらく非常に似ているというふうに考えられていて。 えまあ火山活動のまあ非常に活発な時代であったことが知られています。でただそれはいわゆる私たちが今地球上で目にしているような火山活動とはまだ少し種類の違うレベルの火山活動で、えー、当時あった大陸、まあ、パンゲアと言いますけどもそのパンゲア大陸の、えー、まあを割るような、まあ、プレートテクトニックプルームと言いますけども地球の内部からえまあ熱、ま、マグマが上昇してきて、まあ、巨,巨大な大陸 をまあ大きくまあ覆うぐらいのレベルの火山活動があったような時代で洪水玄武岩と呼ばれるようなものになります。まあ、いずれにせよですねま大量の CO2 やえとそれがマグマが近くに貫入してそこで熱としてさらに炭素を燃やして出すという,ような連鎖的なことがあった可能性が高くてまあ膨大な量の CO2 が出たというふうに推測されています。でそれはあのまあ温度が上がった 化学的な、まあ、プロキシデータも,も,、まあータもまあ、たくさん出ていてえ地理的なあの影響もかなり見えるようになってきています。赤道でどれぐらいの温度上昇があったかとかで温度が上がったときに、まあ、極域のこの辺だったら生き物が生き残ったんじゃないかとかそういったこともまあ見えてきたりしていますね。 えまあ年代学的な方の制約も進んでいって、まあ、大体そういった現象が起きた時にまあ何万年ぐらいのスケールで何が起きたのかっていうのも今見えるようになってきたところです。なのでまあ表記かんぴ期サイクルと同じようなスケールの現象としてその大量絶滅の時の地球関係はどう動いていたのかすごくバタつくんですけどもバタバタ動いてる様子っていうのがまあ見えてはきていて。 でそれを理論的なあの炭素循環とか、それ吉川先生がやられているような生き物のプロセスも考慮した理論的な研究でえ、そこをさらに定量化して調べるっていう研究も、まあ、同時並行で起きているっていう現状です。はい、ありがとうございます。なんか新とし<笑><笑>ました。えっといやでもそういう大量絶滅が起こった後、ちらっとその極域でっておっしゃってましたけど、あの同域のってどうまた復活してきたのかななんていうのは話。 が分かってきてるんですかね。 海洋酸性化など、まあ、地球温暖化で起きているようなのと似たような現象も、まあ、起きていたようなことが、まあ、美化石、まあ、岡崎先生の方がこう知るかもしれませんが美化石がかなり危険になっていたり溶けていたりとかあの記録が全然見つからないぐらい酸性化が進んでいるような海域があったりとかそういったものもまあ見えていて、まあ、ち今の現在の地球温暖化で予測されるような海洋の酸性化とか海洋の貧酸素化とかいったそういった現象がまあ過去にも実際に起きてたんじゃないかというようなものが、まあ、そういった 微化石記録とか化学的な記録でも見えてきています、地域性も含めて。岡崎さんあの先ほどからたびたび名前が出てますけれども、あのなんか付け加えることとか、あのプロキシー研究からあのこういうことが分かっているとか、なんかそうですね、まあ、あの証拠、その生物がどれぐらい減っているかの証拠っていうのは、やっぱり地質で化石の記録を、まあ、丹念に調べていくっていうところで、まあ、明らかにされる でまあそれとあとはやっぱりその地球内部からの,あのエネルギーですね火山なんですがあの尾崎さんおっしゃったとおりあの、まあ、そこで大量絶滅の時に起きてる火山活動っていうのはもう人類が経験したことのない、まあ、我々が知ってる火山よりももう何桁も <laughs> まあ1桁2桁ぐらいですかねもう規模の大きいような世界地図が変わるような あの火山活動によって起こるものですね、うん、だからそのクラスのものが起こってなっているでその時に、まあ、この大量絶滅が寒冷化した時に起きるか温暖化した時に起きるかっていうところがよく争点になるんですがその5つのビッグファイブって呼ばれるあの5大大量絶滅の中で、まあ、温暖化の時もあれば、まあ、寒冷化してたんじゃないか で温暖化の時とかは大体、まああのえー、まあ非常に高温になるプラス酸性化とあとはあの海が酸欠になるっていうんですね海の循環が、ま、混ざらなくなってでたくさん死んじゃうっていうような話に、まあ、なることが多いという、まあ、そういう感じです。はい、そのの意味ではは隕石衝突が有名な<お>あの白亜末っていうのは ちょっとその五題の中ではちょっと不手礼って感じです。うん、ありがとうございます。吉川さんは何かつけっこいことありますやっぱり名前出てましたけど。そうですね。絶滅ですか絶,、まあ、絶滅という、<laughs> まあ、あのちょっとあのね、えっ、ー、と、専門にしてるタイムですけど、違うかもしれないんで、<う>えっと、ね、まあ、どういった あの分析から分かる、えー、と生物の栄光生,、えー、生水みたいなところで、まあ、あの最近こんなことを分かってきてあのいろいろシミュレーションでもやってみたいとかちょっと自分で思ってることがあればあそうですねえっ、ー、と私紹介してさせていただいた中にはその、えー、と11億年前の、えー、と地層のもう陸に上がってしまっている地層のああえと中のえっ、ー、と オルフィリンっていうクロロフィルがもうあの即座がなくなってしまって分解して、えー、ともう色も違うようになってしまった、えー、と分子化石の窒素同位体を測定した結果とかも紹介させていただいたんですけどその11億年前の、えー、と生物の状態とかいうのも、えー、と今は、えー、と分かっているみたいです。でそれは、えー、と進化の過程でどういった植物が えと植物プランクトンが、えー、と海の中で11億年前にいたかとか、うん、そういった情報も、えー、と分かっているので、まあ、もしかなうならば、うん、えとそこまで遡っても、えー、と実相どういった記録力がある限りえっ、ー、り遡ったシミュレーションとかもやってみたいなとはな、はいはい、思っていますあれ。ありがとうございます。その時きはぜひあの尾崎さんとかも一緒に。はいと思います。あとそうですね。あのいやえー、とずっとず 長い時間の話しましたが、一方で、えっ、ー、と,割とあの、なんていうんでしょう、詳しい方からの質問でしょうかね、細かい方のプロキシーってあるのかっていう質問が届いています、あの1年間の時間分解の持つようなプロキシーってあるんでしょうかってあの時間あの、事前の質問にあったんですが、これは岡崎さんにお聞きしていいでしょうかね。 今回お話ししたような普通の,あの堆積物っていうのはあの海の底にたくさん生き物が住んでてあの泥をかき乱してしまうので地層っていうのは1年ごとの時間が分かるものっていうのはなかなかありません。で、えーとまあ、どういうものがあるかと申し上げますとまずはまあ木の年輪ですねこれはもう皆さんよくご存知と思います。 であと氷床コアについても1年ごとの島があの、まあ、グリーンランドなんかは結構はっきりしているのでそれが終えるとで、えー、あとはまあサンゴですねそれが1年の分解能を持っておりますであと海とか湖生の堆積物でも特殊な条件が整えばあの1年ごとの島々が残ってるとこがあってそれはどんなとこかっていうと酸欠の場所です酸欠なので、えー、そこに、えーまあ 海,の海とか湖の底に生き物が住んでいないということになります。でこの質問された方大変詳しいと思うんですがあの福井県の水月湖っていう湖がありましてあの三方五湖っていうのの,の一つですけどここにはあの7万枚の島々がある湖です。 で今、立命館大学による中川武さんって方とかですね、まあ、それ以前にもずっと歴史があるんですが、あの最近は中川武さんって方が非常にあの精力的な仕事をされて、で、この島々の1年ごとの変動とかを調べられております。で海でもですね、あの、ベネズエラ、南米のベネズエラのほうにカリア湖海盆というところがあって、くぼ地があるんですけど、そこは、 あのそこが酸欠になってて、水深1000メーターぐらいのとろなんですがで、そこから取った島々で研究が結構されております、はい。ということで、1年ごとに特殊なものであれば堆積物もできるし、まあ、年輪とかそういうものを使ってやることも可能であるということになります。なんか面白い研究成果とか 具具体例を挙げられますであそうですねえっ、ー、とまあこの短い時間ということなので、えー、と最近の素晴らしい研究として名古屋大学の中塚武さんって方がおられるんですがあの日本の年輪の研究を精力的にされててで、えー、と過去2000年分の,あの気候変動日本の気候変動をあの1年ごとでちゃんとやるっていうんで今歴史の研究者の人と一緒に あの日本の歴史と気候っていうのをこれまでよりもっとちゃんと議論できるような状況になってきてあの一般向けの著書も書かれていますので興味ある方ぜひ読んでいただけると勝塚拓一先生ですねはいあの私もお世話になったことがあります、はい、あとそうです、ね、あのオンラインの質問がどんどん増えてきていて多分これちょっと時間内にお答えするの無理あのかなと思うのであのちょっと対応しきれなかった分に関してはえっ、ー、と 大変恐縮ですがご容赦いただきたいのですが、いくつかピックアップして、どうでしょう、あの、南極表彰についての質問が来てますが、これ、尾瀬さんでいいですかね、あの、いや、なんか、温暖んはい。えっ、ー、と、ま、まあ、要するにですね、あの、温暖化で、ね、あの、表彰を取るんじゃないかって話が、大きくなるんじゃないかって話があって、その辺の効果ってちゃんと、まあ、モデルに、 入っているのかっていう聞き方をなさってますけどもあのまあ表彰と気候モデルは現段階では、えー、と別に動かすことが多いですかね正直。えー、とはいええー、とその南極表彰があの、えー、とかえって温暖化で水蒸気が増えて雪も増えるので太るのではないかっていうお話あのその辺は、えー、とその後の状況どうなっているでしょうかっていうことで。 はい、そういう質問に対する回答でお答えになるかなと思うんですけども、はい、おっしゃる通りで南極は温暖化の進行によって気温が上がる気温が上がって溶けやすくなるのは確か,確かででもその一方で降それが将来どっちがどっちが勝,ったけ勝,勝るんですかというのは、まあ、今精力的に研究が進められている。 えと研,究研,究研究課題で、現在、表彰が大きくなるという主張と、表彰が小さくなるとよりなると主張、両方に一定の根拠があって、両方の研究が出ている段階です。ただ、現在の観測では、南極表彰は体積が減って、まあ、温暖あの表彰が解ける方が今のところは勝っているというのが、こ,この25年間の観測事実ではあります。これが今後どうなるかは、えー、モデルをよく、はい すすることが必要です <laughs> そうですね、まあ、南極の氷もそう一筋縄ではいかないというかはいあのあったかいから溶けるってもともと0度よりずっと低いところで気温が変動しますので一筋縄にいかない面もあるということですね <laughs> はいえー、そうですねあとどうだろうこれはオンラインというよりは事前質問なんですけども気にかかっている方が多いかなと個人的に思うので立部さんにお伺いしたいんですがあの暑い 去年とか今年ととかか今この辺、これ一体どういうことなんだ、こ,れこの先どうなっていくんだっていう質問があ,のあったと思うんですけども、も事前に質問で、何か予測研究で得られた知見があればお願いします予測研究で得られた知見はないんですけれども、えー、と昨年度と今年度の状況というのは、確かにこう極端に地球全体を高温化していることにはなって、地球全体ですかねあの、地球全体の平均気温は高温になって。 まあこれはもう過去に見られないレベルなんですがあの一方その地球の気温を決める要素としてあの人員期限の温暖化だけではなくて地球本来がえっと持つその自然の揺らぎというものがありますこれはそのエルニーニョ現象であったりもうちょっとこう短い時間だとあの日々の天気の移り変わりですねで実際の気候というものはそういうものと人員期限の気候変動との重ね合わせで決まってきます。でちょうど2022年ぐらいに より前に数年間その熱帯の海水状況が平年に比べて低下するというラニーニャが連続的に生じていましたでラニーニャが生じているときというものはあの中緯度の海洋上は基本的にその温暖な方向に平年より温度が高くなるふうに大気の場によって強制されます で一方、その2023年と2024年の間はこう今、エルニーニョ状態になっていまして、その時はえきは熱帯のえと気温やえと海面水温というのは上昇傾向にあります。これらはその自然の揺らぎによるものなんですけど、ちょうどその ラニーニャによって中緯度は高温化して、えー、と熱帯のはエルニーニョによって高温化すると。で特に熱帯というのはその低緯度の面積が地球上でも広いので、の地球全体の気温を決めるにあたって大きな影響を及ぼしますで。この2つの重ね合わせに内部変動と呼ばれるその自然の揺らぎの2つの重ね合わせによって、この去年と今年のドラスティックなあの 気温の高度高い状態というのは、まあ続いているのではないかと、今あのいろいろ分析されている中で、えっと言われているところです。まだ完全に結論は出ていなくて、まあ様々な要因がえっと議論中です。はい、ありがとうございます。あのまあエリニーニにしてもラニらうにしても、まああのー。人為起源の温暖化がなくても起こる自然の現象ということで、まあそれによって暑くなったり寒くなったりすることが。ある。で、それと温暖化が重なって、結構。 かなり運の悪いフェーズに去年、まだおととし、こと<ば>去年、やっぱり当たってったので、これがそのまんまの勢いでどんどん続くかっていうと、まあそ,うそうでもなさそうだが、温暖化のの傾向は続くのかな日本はやはり温暖化が続くんですけど、はい、今年に関しては、あの気象庁の予報によりますと、これからのラニエニャに転じていくので、熱帯の気温は下がって、あのやっぱりその地球全体の平均気温としては、えー、っと下がっていくと思われます。 はいいありがとうございますそれではどうしましょうあとあのオンラインから、えー、とちょっと適しめの質問をあえてピックアップしたいと思いますが最近の急激な、えー、気温変化を気候モデルの調節に使用せずに、えー、最近の急激な気温変化を予測できますかつまり、えー、と現状の気候モデルの妥当性の検証を意味しますとありますがとあのこれは、うん、と急激な気候変化、まあ、ある程度あのチューニングしていることは 確かなのであのそうあの、そこに対するなんていうか、まあ、説明と、あと、あのこれはだからあのまさに、コキコのデータが検証に使えるっていう話とも関係してくるのかなと思いますが。急激な気温変化、はい、いつのことを指しているのかがいまいちわからなくて、はいあはい、僕はあのこの質問を拝見したときに、あの今年と去年のことなのかなと思っていたんですけど。あ そうか私が思ったのはあの例えばあの入世期後半以降の、えー、と継続的な温暖化っていうのが、えーとまあ、な何もチューニングせずにあの出てくるのかっていう話いあ,あのー。 そ,うあそれすでに質問で回答してますけど、はい、やはり基本的に気候モデルというものは物理とか化学法則に立脚して結あの構築されているものなので何でもあるものです、うん、でもちろんその近似方程式を解くのでいくつかのパラメータというものがありそこに調整する余地はあるのですけれどあ,のあくまでそのパラメータというのは観測から推定されている、まあ、信頼幅というものなんです、すその幅の中での調整をまあ行って。 あのまあ、現在の平均的な気,温気候の場とかエルニーニョの現象の振る舞いとか、まあ、そういったものがあのし本来の、えー、と自然が持つ、えー、と気候変動がいや長期的な場があの再現できるように調整するに基本的にはとどめます。であの まあ、ほとんど調整しない場合に、仮に温暖化実験を CO2 の濃度とか、あの大気の汚染物質の濃度とか与えることによって実施しても、まあ、やはり原則気温というものは上がっていきます。そはまあ多少はその、まあ、もうちょっとこう観測に合うように調整するということ、ようなことをやるような場合もありますけど、やっぱりこう物理法則に基づくということを、まあ、あの重視して、あまり恣意的なことはやらないというのが原則となっています。 あんまりチューニングしないとむしろ温まりすぎることの方があの多いっていうあのあの私の経験ではそうですけど話振ろうとしたら俺に振るなよって顔をしてましたけど大ーーセスさんはどあのいやこれまでその古気候研究で、えー、と気候モデルの検証にあの、まあ、すごく、はいえー、と役立ったなとかそういう事例があればなんか。 空港検疫、氷期間、氷境サイクルの,あの再現していることそのものが検証であるといえばありますけれども、まあ、例えば気候感度とをータとか。 そうですね、はい、気候モデルで現在が再現できるようなチューニングがあったとして、それを表記に持っていってうまくいかないケースもありうるんですどそのときはじゃあ現在気候は間違った理由でうまく表現できたってことなので、それを見て現在気候、はい、えとモデルを改善するっていうのはやってなるんです、はい そうですね間違いが重なってかえってマイナスかけるマイナスでプラスのいい結果が出てくることっていうのは確かにあるのでそこの検証に使いながら気候モデルも発展しているということかなというふうに思いましたそこでもやっぱり地質学的なデータっていうのが将来予測もう前例のないフェーズに入ったからといってもそこを予測するのに十分貢献しているというか格別化される。 コンポーネントであるということはいるのかなというふうに思います。はい。あの、えっ、ー、と、はい。これでいい時間になってきました。あの、今日は、講演者の皆さん、どうもあ,のありがとうございます。活発な議論と、あと、あのえっ、ー、と、調校してくださった皆様も、ええー、長い間、どうもありがとうございます。あの、質問をたくさん寄せていただいてですね、えっ、ー、と、非常にいい講演会になったかと思います。で、えっ、ー、と、まあ、 あのこ,これ終わってからで結構なんですけどあのアンケートへのご協力をお願いしたいと思います。これは多分あのズームをクイッとするときに自動的にそっちに飛ぶようになってるんですかね。はい。あのそちらへのご対応もお願いしたいなというふうに思います。あの今日のお話はですねどうでしょうあの必ずしもその地球温暖化が起こってるから、えー、対策に今すぐこれが必要だとかいうところに。 あの結びつく話ではないんですけれどもあの、まあ、最初にお見させていただいたように、まあ、あの正しい科学的知識を持って、えーまあ、いわゆる正しく怖がるっていうところに結びつけばいいかなというふうにあの考えているところですあのどうでしょうねあまあ女方なんて大嘘っていうのは一時期流行りましたけど最近さすがに少なくなったとはいえ少しあるかなまあでもあのまあ一方で、えー、ともう えともう地球も終わりで人類も破滅でみたいな論調も時々あの聞くことがありえとそういうのもそれはそれで <laughs> あの私もあの見聞きしててちょっと反感持ったりするんですけどもえーえーとまあそういう極論にいかないバランスのとれたところにですねあの自分の精神を置くっていう手助けができればいいかなとやっぱりあの地球温暖化ってえと地質学的なスケールで見てもあの結構なまあ事件では あるかなと思うのですが、まあ一方であの地球さんとして見ればです、ね、様々な条件をあの状態を経験してきたわけで、えっ、ー、と、まあ、今回の地球温暖化っていうのも、あの、えっ、ー、と、まあ、そうですね、地球さんから見ると、今回のっていう感じになるんですけど、<laughs> えっと、まあ、いろいろ取り得る一状態であるということは、分かっていただければ嬉しいかなということを、ああ,あ、嬉しいかなと思います。 でえーとまあ、いろんな状態がある中で生き物たちも頑張って生き抜いてきておりますので、えー、とそういう生き物たちからあの人間社会も今回頑張れって言われてるかなとであの実際あの岩石風化促進法なんていうのも、えー、お話も出てきましたし、まあ、そういったあの経験から学んで、えー、と未来結びつけるところも、えーとそうえー、ご研究から出てきております。 まあ、あのそうした経験も不安になっながら、えーとまあ、人類社会はです、ね、あの今回の、えー、気候変化あの未経験ですけれども、えー、何か何かしら、えー、と生き残る方法生き残るっていうとえって大げさかなと思いますあの対応していく方法は、うん、まあ,あるんじゃないかなと,、えーとまあ、他の生き物と違ってある程度知恵がありますので私たち <laughs> ホープフリー、えー、ありますので、えーとうん、うなんとかなるんじゃないかなっていう これは具体的な、えー、と対策を与えるというのが今回の目的ではないのですが、えー、そうしたこう精神的なこうっていうものにつながればいいかなというふうに思っております。 はいあのー、まあえっ、ー、と加算になりますけど講演者の皆さんのお忙しいま,すまたえっ、ー、と朝行してくださった皆さんまたえっ、ー、とまあいろいろ路地で、えー、頑張ってくれたスタッフの皆さんありがとうございますはいこれで、えー、講演会を終わりたいと思いますアンケートへのご協力よろしくお願いいたしますおります。